93.0 AM 1242 日本放送です。中川家 The Radio Show。 日本放送機の皆様どうも、中川家のレイジでございます。剛です。今週も始まりました中川家 The Radio Show。 今から3時30分まで生放送でございます。2週間ぶりの2週間ぶりですね。先週は祭日でしたので、はい、いつかやったもんね、ゴールデンウィーク、ちょうどあのゴールデンウィークは、うん、ナンバーグランド花月の方ですごい人でね、はい、すごかったね、すごかったですね、本当にもう外国の方もね増えてきましたからね、うん、そう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 、すごい人でしたけども、ね、4回公演ね、朝昼晩夕方夜と4回ね、2日間かやりましたけど ね、もうすごい人でしたね。人ね増えてなんかね、コロナ前に戻ったような、人ね増えてなんかね、コロナ前に戻ったような感じもするねんけどね。なんかあのお昼をね、うん、食べに行こうとしたんですけど、はいはい、人が多くて、うん、であの矢野兵道の兵道さんと、はい、あの喫煙所で喋ってまして、うん、で兵道さんがはぁー言って帰ってきたんですよ、外から、うんうん、なご飯食べましたって言ったら、うん、うん、もう無理やったみたいな、もう普段並ばへんとこ人が並んでるから腹立ってきて、何張り切っとんねん、いつも暇なくせにとか、もうそんなこと言いながら見せ、僕もナンバー界隈をちょっとうろうろしつつ、うんうんうん、で普段人入ってない喫茶店も入ってるのよ、休憩がてらみんな家族で、もう疲れてね休憩、ああいやだからもうなんやねんと思ってでも僕も一周して帰ってきましたよ、何も食べずしてね、あもういつものとこも行かず、一番びっくりしたかな、どっちか俺、うん、顔区別つかへんねんけど、あ西洋系写真撮ってたからね、 NGK の裏の裏を撮ってた、写真撮ってましたね何にもないのにね、何すんねん、あ興味あんのかなお笑いにとかとうとう進出か NGK 元がそんな見ながらね、人いっぱいでしたけど、まあ多かったかな、もうたこ焼きにあんな並ぶのもうやめてほしいわ頼むわ、いや並ぶもんじゃうてって思いながら、まあ、僕らからしたらね、うん、ちっちゃい時からも、うん、慣れ親しんだ食べ物なんで、うん、だからあの辺周辺 2,3 軒あんのか、お好み焼きとかももうすごいんですよ、いやいやすごいよ、そらもう2列になってんのよ、ああもうだ、うん、だそうか2列で並ぶんや、でこうもう蛇みたいに並んでんのよ、うんうん、こうぐにゃぐにゃぐにゃって S 字になって並んでるからさ、うんうんうん、いやそこまでして後でいいんちゃうかなとか思って、食べたい、食べたいんですかね、食べたいんやろ、だからそうヨーロッパ系の方はやっぱり日本のこの本当の文化を知りたがるんですって、で中国韓国のこうアジア系の人はもう日本のベタなとこ行きたいらしい、みんなが行ってるよ、だからもうあれですよ、ヨーロッパ系の人ばっかりですよね、難波の裏あたりももう立ち飲みで飲んでましたよ、外国の人がね、はあそう、これなんかほんま道詰まって歩かれへんのよ、あの裏の難波の細い道、裏人ほとんどおれへんや平日なんか、普通の日外人さんがさ、うん、この日本酒はよく出るんですかって聞いて、うん、何聞いてんねんこいつと思ってこの日本酒よく出ますかって言って、何やねんいつも来てる人のセリフやんけそれと、もう外なんよカウンターがすごいね、もうカウンターが外に出てんね道の、でみんなそこで、ああもう飲んでんねや、なんか落ち着くんかなと、ほんでもう何あの座ってみたら、うん、体感5メートルぐらいの椅子あるやんか、あるある、あんなに座ってさ、膝の上子供乗せてさ、で日本酒片手で飲みながら外やで、はいやーすげえなーと思って、やっぱ大阪に来る人はね、うん、そういうところをやっぱりこうなんか、そうか調べて調べてくるんでしょうけど、もうちょっとこう落ち着いた場所あるんちゃうかなと思うんですけどね、ほんで外もいっぱいなんですよ、 NGK の外が外、ね、人で、うん、うわーって、うん、なんか出待ちみたいなのなってるんですよね、はいはいはい、うん、出て行ったら、うん、まあ写真撮ってください、うん、まあそれはいいんですけど、うんうん、写真撮るとこう人がふわっと膨らむでしょう、うん、だあそこ NGK の裏の道車ビュンビュン通るんですよ、うん、自転車も狭いけどね、うん、で写真撮ってたら気づかないじゃないですか画面見てるから、うんうんうん、で自転車キーって、うん、多分もう地元の人やろな後ろなんか、うん、で写真撮ってたら気づかないじゃないですか画面見てるから、うんうん、で自転車キーって、うん、
多分もう地元の人やろな、後ろなんか積んでたから、どけこらみたいな、もうたくやもう何写真撮っとんじゃこらほんだらって言われて、でパッとそのおっちゃん見たら、うん、頭思いっきりハゲてんねんよ、うん、自転車乗って、うん、服装が看護師やねん、もう何なんと思ってんの、どこなんここ、いやって言ってた、写真撮ってる人なんであんな服着てんのって言って、看護師やで、思いっきりおっさんで、看護師の。の格好してんの、もう完全に、あの看護師さんの白い。白い。半袖でスカートの。それで自転車乗って後ろに物積んでんのよ。何の仕事やねんと思って。さすが大阪。さすがやな。やりますね、と思いながら。普段もう入れへんとこいっぱいでしたしね。普段もう入れへんとこいっぱいでしたしね。もう喫茶店もいつも行く喫茶店も行けず。あ、ロアもいっぱいやった、ロア。ロアもいっぱいでしたね。で帰り寄ったらもう閉まってましたからね。閉めんのかいと思って。いやもうそんなんですよ。ゴールデンウィークすごかったで、大阪は。大阪ね。でもマスクも外して。もういいもんね、今はね。いいからなんかね。マスクもなんか嫌ですね。今外してますけど。なんかあれでしょ？みんなマスクしてないですもんね。あ、してへんもん、ほんまよ。ほとんど2人ぐらいスタッフでもね。今なんか恥ずかしい、パンツ脱いだみたいな感じせんへん。そうそう。なんかスースーすんねん。なんか恥ずかしいのよね。なんかここにグッとなんかないと、ちょっと不安ないんですけど ね。これだってもうロケとかでもね、もう線でもええから。パンツ、じゃ俺からしたら今もうパンツ脱いで風呂入る前みたいな感じ。恥ずかしい。ずーってやで、今日、ここ来て。なんか、ま、あんまり目も合わせんと。見んねんけど、そのやっぱパンツやわな。なんかスースースーすんな思って、なんか下着着とこうみたいな感じなの。風呂入る前に。風呂入ろう思ってパンツ脱いだら、なんか、ピンポンって宅急便来たみたいな。ほんで、もう一回パンツ入って。どういうこと？え？いや、いいやないね。どういうことそれ。いやほんまね、いやすごかったですよ人が、ねえ、で帰りももう新幹線ももう、うんうん、ねえ、あの家族では、まあ、ええねんけどお父さんがね、子供を膝の上乗せてお父さん爆睡みたいなね、子供だけ一人起きてるみたいな、あ、まあ、あるもんね、日本人だけらしいですよ、うん、あの旅行に行ってうろうろするのは、あ、そのあえて、うん、だもうヨーロッパの人とかはもうここって決めたらもうそこしか行かへんから、うん、あとはもうビーチで、うんうん、あの本読んでるみたいな、それが本当の休日や、確かにね、まあそうなんよね、ほんまは日本人だけですよ、あのぎゅうぎゅうスケジュールで旅行を楽しむ、ね、確かに、あそこ行かなあかん、ここ行かなあかんとか、家帰ってきてやっぱり家がいいわっていう、これ日本人のね、うん、みんなの口癖というか、わかるんですけど、もう NGK もね、うん、パンパンですごかったですけどね。そうですよ、ほんまにね、立ち見まで出て、ほんまに。まあ、テレビでも煽るしね、あの、ワイドショーやなんやで、もうこんだけ今日人おりますとか、もう渋滞してますとか。で、新幹線もなんかもうちょっと考えた方がいいんちゃう、うん、家族連れ乗ってくんねんから、うん、もうちょっとこう、うん、こう、団らんで楽しめるような、こう、和室みたいな部屋作るとか、なんかあの、布団、引いて寝れる部屋作るとか、そういうなんかあと 5車両ぐらい増やせんちゃうの、別に一直線に走ってんやから、いやいや、ホームが足りん、縦に伸ばせ言ってんちゃうのから、別に横に伸ばすんやったらその寝室専用車両とかもつけて、室専用車両とかもつけていい、あ、でも年に1回のことやから、まあそこに予算かけてられへんってことなんですかね。まあでも3回あるもんね、ゴールデンウィークお盆とかね、あとさ、新幹線乗ったら、うん、洗濯とか風呂入れるとかないの、うん、新幹線に。ないよ、そんな、ないよ、東京着いた時さっぱりしてるとか、ないの、そんな。なんか、新幹線も座ってるだけでしんどいやん。まあまあね。確かにね。いや、だからほんま、昔のフェリーの2棟みたいに全部絨毯でやったらええのになとは思うよ。まあまあ、だから一車両全部。一車両それだけでも。ほんだらね、うん、混んでてもそこで、ね、うん、地べたに、座って移動できる人もおるかもしれないですからね。そうそうそう、でもすごいもんね、あの乗車率も 100% 超えるんやから。新大阪ももう、はい、すごいですよ。改札、もう改札のとこであれ買う、うん、これ買う言うとんで子供泣いてるでしょ。泣いてね。いやだ、リクロおじさん。リクロおじさんどうしても買いたくて。
でももう間に合わないでしょうみたいなさ、もう段取りが悪いの、段取りが。そうね、うん、もう夫婦喧嘩も、夫婦喧嘩よく見るでしょ、新大阪の改札ね、見る切符で揉めてますよね、みんな持ってたんちゃうのあんた。そうそう、俺持ってへんあいよもうええって、どうでもそんな通られへんからそこどいてくれよって思うよ。チケット買うとこね、まだみたいなさ、チケット買ってたさ、お父さんが、とこな、お父さんまだ今やってんねんみたいなさ、おい全部いっぱいだぞって言って乗れるって言ったじゃない、知らねえよ俺だってうわでも子供地べた座ってももうな、もうゲームしたりしてるから疲れますわ、ああいうの見てるだけでね、まあほんまにその本人やないねんけどね、うん、もうああいうの移動したないもんね本当は我々は ね仕事やからしょうがないねんけどね、うん、移動すんねんけどね、もう4回で、まあでも4回でしんどいって言ったって思う、うん、もうちょっと若手はその間にポツンポツンって違う劇場行ったりしてますからね、はい、もう末広がりずなんかもうあの袴着たまんま、はい、外出て歩いてますからねであの袴着て昼飯食ったりしてますから、鼓持ってちょっと休ませたれよって思うんですけどね。9回やってあの日、9回ですからね、末広がりず9回、うわ、ね、そりゃ袴脱いでる暇ないやな、もう脱いだらもう間に合えんから、そのまま来てうろうろしてその袴のまま寝てましたわ寝てた、私服見る方がドキッとするもんな、末広がりず見た時だから、楽屋からチラッと見たらもう、うん、袴着てるやつが横たわってるから、なんか武士が死んでるのかなと思って武士が倒れてるみたいで、いやかわいそうですよ、あれ9回はないで、いやかわいそうですよ、あれ9回はないで、もうね、うん、近所にあるから、もう近所に、もうありがたみ、吉本のねすごいとこですけどね、そうなんですよ、そんな感じでね、そうそうそう、ゴールデンウィークはね、まあみんな休みやから、そら、うん、ね、ね、出かけたいわな、高速もそうですよ、あ高速道路、うん、もう渋滞40キロとか分かっててみんな高速乗るんでしょあれ、そう、で下りが何キロとか言うてるけど、うんうん、あれももう、うん、もう一段上につけられへんの道もう一つ、いや分かる分かるその日だけね、そうほんでなんか予約制にして高速道路、高速道路3時乗る人、なるほど、あ時間制な、2時に、あ4時に乗る人とか、そんなんはできへんのか、そういうそういうし、こんだけ、うん、あの何 ETC だなんだ、ネットがこんだけ発達してんのに、うん、そこはできへんの2時に乗るとかそういうなんかね、困んように困んようにしてほしいんですけど、ね、子供がかわいそうやから、いやまあまあまあ確かにそれは、うん、もう難波でもほら連れ回されてる子供おるやん、うん、無理やり、あんな子供興味ないやん、うん、NGK の周りなんて、全くないよ、全くない、何にもないと思うわ、うーん、ほんまやな、あーもう怖いわ、いろんな人おるからね、もう今なんか大阪で USJ もあるから、やっぱ USJ プラスアルファで来るからもう、そうだから USJ 行って、うん、明日は難波グランド花月行って、うん、その次の日海遊館行って、うん、大阪城を見て、うん、みたいな、うん、コースを作ってね、うん、みんなやってますから、うん、狭いからね大阪、東京やったらそんなあんまりごちゃごちゃしてんのもね、あんまり見たことないねんけど、いやもうあのたこ焼きの行列は見飽きましたわ本当に並んで食うっていう感覚がないもんやから、もう子供の時からね、たこ焼きなんかいつ行っても食えるみたいな、いやほんますごいですよ、狭いからね大阪、東京やったらそんなあんまりごちゃごちゃしてんのもね、あんまり見たことないねんけど、いやもうあのたこ焼きの行列は見飽きましたわ本当に並んで食うっていう感覚がないもんやから、もう子供の時からね、たこ焼きなんかいつ行っても食えるみたいな、いやほんますごいですよ、いはい、そんな NGK でしたけど ねもうないですよね、今度夏休みがあるんか、夏休みはねお盆かな、あまた一般的にはまたほんだ外国人の方増えますね、ですよ、また来るんちゃう、その西洋人が、日本酒飲みに西洋の方ねなんかうまそうに刺身食ってましたよ、うん、食べれんねんね、好きなんやね別に、うん、で高島屋の地下とか惣菜売り場も外国の人、うん、どこで食べんねやろこの人はと思って、あらいい、うん、デパ地下で、デパ地下にももうだんだんもうこんだけネットが広がってきたので、もう難波のもうすごいから外国人の人で、ほ
ってるな。すごいのよ。一応増やしてんねんけどね、ホテルも。でっかいカバン持って。でっかいな、子供二人ぐらい入るんちゃうかよ、カバン。ここもかしこも混んでるんですよ。確かに。すごいんです、本当に。いやありがたい話ですよ、ね。ありがたいですよ。こんだけ NGK 来てくれてね。うん、お客さんもね、うん、来ていただけるからね。もうそれは嬉しいんやけどね。入ってないよりええから、それは。みんなもうマスクは外してるんですかね、うん、みんな。みんなどうでしょう。そうですね。マスクね。外してます？これからもみんなでもやっぱ自然と外していくんじゃ熱なるから。単純に。そうですね。うん。なんか嫌ですもん、これ、ね。つけてない。慣れんのも偉いもん。だからこのね、ブース、スタジオの中もあれがないもんね、アクリル板が。アクリル板もなくしましたし。ね、もう今も今日からないから。なんかこれもまあ慣れへんというかね、もうほんまに。ですね。やっぱパンツ着とこ、パンツ履いとこ、またね、マスクせんと落ち着かへんみたいなね、ことありますからね、ほんまにね。いろいろちょっとメールもあるんで、ちょっといいですか、紹介して。龍馬さん、江東区。初めてメールします。6月7日から9日に修学旅行以来十数年ぶりの大阪旅行に行きます。2泊3日で、1日は USJ に行くんですが、後の、日程が決まってません。そこでグルメ中心で考えることにしました。わなかのたこ焼きは絶対に行くのですが、それ以外おすすめのお店とかありますか？やって。で、グランド花月は中影さん出てないんで、見には行きません。やって。いつですか？6月7日。6月ですか？から9日、3日間か。6月やったら空いてんじゃないですか。ただ、ちょっとね、雨とかがすごいですから、6月なんて、ね。梅雨時か。雨降ったらまた、雨降ったら降ったでまたね。文句ぶつけもいっぱいでしたからね、もう行列で。あのカレーが有名な。カレーの有名な店ね。ええー、そうです。いやー、どこも。でもそんな6月やったらまあ大丈夫なんやろうけどね、まあ、大丈夫やと思います。6月 ね週末やったらまあ人多いんやろうけどね、またこんな夏休みがありますからね、うん、すごい人がありますよ、ほんまにもういっぱいになりますわ、うん、ね、どこも出かけへんっていうわけにもいかんのかな、ほんまに行ってない人とかおるんかね、ゴールデンウィークじーっと家におったとか。いや、それはおるんじゃないですか、うん、何もしないっていうの、まあ本当はそれが旅行ですけどね、うん、旅行行って、らしいですよ、ヨーロッパの人はね、ヨーロッパの人じゃないですけど、うん、日本人だけですよ、あのね、うちゃうちゃ言って、もうどっか行かなあかんと思ってまいね、一個の目的地だけじゃすまん、せっかく来てんねんから、うん、どっか行こうかみたいな、なるもんね、僕もどっか行こうかみたいな、なるもんね。僕もその長野県この間行ってきたんですけど、はい、山菜駅って子供が3歳やから、山菜駅、うん、そこが目的やねんけど、そのやっぱ次の日がやっぱ行くとこがないから、うん、でじっと一人はええねんけど、やっぱり どっかどうするってなるよね。ほんな結局そこから1時間ぐらい離れたその松本市っていうとこまでレンタカー借りて行って、うん、あの草間弥生店っていうのが常設でやってる、うん、でそれ俺何の興味もないんやけど、その美術館、うん、これやったら別にじっとしててもええんちゃうかなと思うんやけど、なんかいかんと申し訳ないみたいな。そうですね、草間弥生さんって何の方ですか？ね、あの水玉の絵をこう有名な、あ、うん、そういうアートをね描く人、はい、うん、でその人が松本市出身やから言うんで、うん、その美術館、うん、に行ったんやけど、なんで美術館の美術館に行ったんやけど、なんで美術館行かんでもよかったやなとか、うん、あの地獄谷ですか、あのお猿がおるとことか、うん、お猿おるとか言って、まあ、雨降ってるしなとかブツブツ言いながら猿おったもんで、いやそこ行かれんかって、もうそれ2時間ぐらいかかる言うて、長野市内から車乗って、でも帰りの新幹線の時間も決めて持てるから、うん、もうね、帰省ラッシュの帰りのとこがもう混んでるから、うん、もうそれもですわ、もうなんかもう疲れただけっていう、ほんまなるね。動物園も多いかもしれないですね。ああ、動物園ね、うん、なんね、みんな行ってサファリパークとか行ったやろね、みんなああ動物でもなんかね、うん、動物、うん、どうなん、俺ちっちゃい時から動物園あんまり興味ないねんけど、あんまりその、うん、
なんやろう、いい思い出がない。まあ、親父の解説が悪かったっていうのもあるんだけど、思い出がない。まあ、親父の解説が悪かったっていうのもあるんだけど、だからトラウマになっていうのがあれ、うん、あの、あれは、あの、人食べるから怖いぞとかさ。ああ、なるほど。あれ一番上に俺のボスやぞ、みたいな。あれもう、もうすぐ死にんちゃうかとか。そんなことばっかり言い聞かされてたから動物園行って。なんかね、動物見てな、だからなんやろとか思ってしまうんですよね、僕は。確かにそうか。動物園って。なんやったら出てけへん動物おるからね、行ったら。おるよね。結構、あの、冬の旭川の動物園なんてもう、あの、写真ではオランウータンがほら、上空駆け回ってる写真やけどさ、冬行ったらさ、もう上の方行ってさ、小屋の、みんな隅っこで固まって全然ちゃうやんと思って。全然猿けえへん、出えへんやん、出るって書いてあったのにみたいなことあるじゃないですか、あるある動物園ね、あれ。広告に偽りあるやもんな、あれほんまに。かといってあの、サファリパーク行ってもね、うんうん、なんか、全然出てけへん動物おるやろ。日陰におって。あれでも俺あの一回車で行ったら、うん、車のエンブレムずっと舐めてるキリンおったけどねトヨタのティーンとこペロ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 何が美味しいやろあんなにと思うそういうのもありましたけどねそやな動物園も人気あるやろな、まあ、あんねんなあ行って手叩いて喜んでる子供は見たことないもん、なんか動物もなんかね、うん、やってくれればいいんですけど何もせえんからね動物は動物でねそうやねうん、俺一番嫌やったのフラミンゴやったかな。フラミンゴ？うん。何にもおもろなかったな、フラミンゴは。最近もうね、子供が大きいんで行かないですけど。ああ、そうか。小さい時は連れて行ったんや、やっぱりよ。うん、触れないですけど。ああ、そうか。小さい時は連れて行ったんや、やっぱりよ。うん、触れ合い広場とかね。あ、触れ合い広場。うさぎ、リス、ウォンバットでしたっけ。餌やり体験。餌やり体験ね。あ、うん、まあ、いや、市原ゾウの国とかね。ああ、市原ゾウの国。ゾウの鼻乗れるとか。はいはいはい。それは楽しかったですけどね。ゾウの背中乗ってこう。ああ、いけんねや。ええ、グランド一周する。いくらぐらいですか。で、あと、あの、うん、サッカー。サッカーで、あの、ゾウが、ね、シュート入れる。うん、それは楽しかったですけどね。すげえな、ゾウっていう。ああまあそうはなあんまりそんな身近に触れ合うことないから、うん、そうですねぐらいのやっぱりインパクトがないとそうやねゾウあれをゾウの国ぐらいゾウと触れ合えたらいいと思うね、うん、もうライオンなんかにらみつけてるだけやもんね、うん、ちょっとね何か昼前に行くのがええとか言うよねあのほらお昼ご飯の車が来る前にうろうろすると動物もうろうろするから、うん、そうですねまあ夕方寝てますか昼前に行くのがええとか言うよねあのほらお昼ご飯の車が来る前にうろうろすると動物もうろうろするから、うん、そうですねまあ夕方寝てますからね動物あの猫科の動物なんて昼間寝る動物ですからね そもそもがうんいろいろ手を返しなおかやってますけどねやってね、なほんまにな那須なんか行くとあの、うんね、猫のパークがあって、ね、猫のショーをやってますからそこで、ね、猫のショーみんな座って見てるんだけど膝の上を猫がぶっと歩いていってほんだら、ね、猫が服着てんのよ最後、うん、服着て背中にまたねって書いてんのそれが中央のロープ渡っていくのでまたねって背中に書いてる、うん、書いてんねそれで終わりやねんけどそれも行き、それは行きたいんですけどね、僕。猫好きやから。那須高原、うん、栃木の那須っていうこと。那須、那須の方、那須塩原の方だと思うんですけどね。今はやってるのかなもう、コロナも明けてやってるんじゃないですか。触れ合い、猫と触れ合える。やっぱ触れ合うことが、何も触れ合えたらいいのにな。NGK 行ったら、お客さんが、触れるとか。そういうのやっていいんちゃう楽屋来んの楽屋の。楽屋来て、触れ合って、楽屋の様子、芸人の様子を見れる。いやいやいや。いやいや動物園じゃないですけどご飯食べてるとこご飯食べてるとこ見れるとか見られたないわご飯食べてる言うて食べてあいつ全然こっち向かへんなとか寝てるよとか全然やケツ向けてるうわ水色がりつはそのままなんやとか服そのまま着てんねやとかうわ中垣着替えるときあんな足ガリガリなんやとかどこ見られてどこ見とんねんあの芸人全然普段笑ってないんやとかそんなん見てもらったらええんちゃう
いや、いややろ、みんな嫌がるわ、そんなもん、ほんまに。ねえ。そんなもん、誰かが来ただけでみんな逃げるやん。ゴールデンウィーク行ったらみんなどこ行くんですかね。まあ、まあそういう USJ だ、ディズニーランド、まあ動物園、水族館。水族館。あと、あの、花見るんですか、なんか。フラワーパーク。フラワーパークとか、そういうとこ。フラワーパークで、1本500円のフランクフルートとか食べてるんですかね。アイスクリームとか。アイスクリーム300円とかね。そんな感じですかね。他ないもんやね。なんか歴史博物館とかそんなとこやっぱ行ってる。なんか俺がツアー組むんやったら、裏道とか、そっちのツアー組みたいですけどね。ほんならもう、大阪来てくれた難波の裏とか。ああ、なるほど。梅田のちょっと端っこの方とか。はいはい、そっちを紹介して。で、ご飯屋も、ちゃんとしたというか、まあ、ほんまにこういうとこあんまり人けえへんけど、美味しいよ、みたいな。美味しいよ、みたいなとこ、とか、そういう裏、うんうんマニアックツアーみたいな。まあでも、誰か作ってるでしょうね、そういうのね。やっ子さんはちょっと無理かも。タバコの煙ですごい店ですからね。子供が飲むようなもんないもん。ない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 。クリームソーダが精一杯ちゃうかな。精一杯か。うん。あと、期限によっては作らないっていう。ありえへんねんけどな。ご注意くださいっていうことを書かなかな。でも、居酒屋やったタコシゲというとこを紹介して、で、マスターが期限によっては、はい、あの、メニュー半分以上作らないとかもあるので、お気をつけくださいとかね。火を入れない場合がありますかって。火を入れない、火を入れる料理は作らない場合がございます。ご注意くださいとか、そういうことでね、来ますけども。でも、そっちの裏あたりももう今いっぱいやもんな。もうそれもいっぱいですからね。うん、NGK なんかすごかったですから。で、あの、電気街があるんですよ、NHK がちょっと歩いていったら。はい、そうです、ね。あ、秋葉原みたいなとこ、日本橋ね、大阪の。うんうんうん、そこもすごかったですからね。まあ、そっちはそっちで、こう、アニメ系の外国。うん、いや、あの、でもまあ、うん、また電車乗ったら、大阪城も行けますしね。うん、結構便利のよね。便利、狭いですけどね。狭いけどね、もう。そうなんですよ。ああ、もう。あ、そんな感じですかね。なんかね、もう出かけんで、ええようななんか過ごし方みたいなあったらええねんけどね。いやー、どうでしょうね。もう子供ったら絶対連れていかなあかんって空気になるやんか、はい、昔そうやったでしょ。お家でもなんか休みで何もなかったらどっかみたいな。いや、家で走り回られるより外でね、走り回ってくれた方が。ああ、外ね、うん、あ、海遊館とか行きましたよ、子供ちっちゃい時は。連れて行った、何にも見てないけどね、子供ぐったりで。で、外に出て、鳩と遊んでましたからね。うん、そんなもん。そんなもん。そんなもんなんですよ。そんなもんやな、もう。なんで来てる意味は分かってないねんから。そうなんですよ。ねえ、まあ、いろいろ皆さん、ね。すごい人でした、本当にね。大変でしょうね。はい。というわけで、お時間。子供をぐったりで。で、外に出て、鳩と遊んでましたからね。うん、まあ、そんなもん。そんなもんや。そんなもんなんですよ。そんなもんやな、もう。なんで来てる意味は分かってないねんから。そうなんですよ。ねえ、まあ、いろいろ皆さん、ね。すごい人でした、本当にね。大変でしょうね。はい。というわけで、お時間でございます。2時間30分生放送スタートです。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day.We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready? The Radio Show! どうもこんにちは、ザラジオショッキング。1時から3時30分まで2時間30分の生放送。月曜日から木曜日はナイツ、曜日代わりのパートナー、土曜日はサンドウィッチマン、そして金曜日は我々中川家と、パートナーはこの方でございます。日本放送東島恵理です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。東島さん、お仕事ですか？そうですね、でもバスケ見たりプロレス見たりして。あれ、プロレス行ってきましたよ、初めて。あら、全日本プロレス。あ、そうなんですか。渋い団体を見て楽しかったです、あとちょっと過ぎちゃいましたけど、吉本有楽町シアター。そうですね。え、来てたんですか？そう
中川家さんを見に来てますよ。来てた2列目ど真ん中、2列目でした。そうなんですよ、思いがけず2列目に当たってしまってよかったですね。見つかったらいじくり倒してるところでした。ほんまやわ、人生であんなにちっちゃくなったことないっていうぐらい、気づかんかったな。ちっちゃい背もたれがしっかりあるのでね、やっぱ映画館の名残がありますので、無事に。あ、これ長そうですか。そうなんです、ね、だから動物園ほどあれですけど、ね、下から見上げる中川家さんっていう、あの距離感はすごいですよね。あ、そうですか、うん、あんまり感覚、ちょっとまあ舞台高いっていうのはありますけどね、うん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 、いい劇場ですね。いや黙って見てたんですよ。いやで黙ってなくて、あの BKB さんのちゃんとブンブンってしてくださいっていうんでブンブンってしてわすごいちゃんとやってる。ハイキングウォーキングさん、スーパーイリュージョンもしっかりのアイリュージョンで最後ゲップを聞いて、そうです、楽しみました。それぞれ満喫してたということですね、はい、さあ金曜日はリスナーの皆さんにメールで参加していただきます。今日のメールテーマこちら、楽しかったけど。さあ本日はゴールデンウィークでは全国各地が混雑してたということで、楽しかったけどというテーマでメールを募集したいと思います。楽しかったけど疲れたとかね、楽しかったけどちょっとお金使いすぎたとか、まあいろいろあると思います。リスナーの皆さん、買ったけどメール、ツイッターでお待ちしております。メールの方は lgk@1242.com、 中川家の頭文字 lgk@1242.com です。今週もメッセージを読まれた方全員と、さらに抽選で5名様に番組オリジナルステッカー4種類からランダムで1枚をプレゼントします。住所、本名、電話番号をお忘れなく。ツイッターの方はハッシュタグ中川家ラジオショーをつけてつぶやいてください。この番組インスタグラムのアカウントもありますので、ぜひフォローしてくださいね。そして今日は2時台にお笑い芸人ババゾのあずささんが生登場です。はい、スマートフォンアプリラジコからですと、関東1都6県にいらっしゃる方は無料でクリアな音で聞けますので、ぜひラジコも使ってみてください。はい、中川家ザラジオショー東京有楽町の日本放送からこの後3時30分まで生放送です。中央事務所よりクレジットカードをご利用した経験のある皆様へ、クレジットカードのリボ払いにも過払い金があることをご存知ですか？なぜならキャッシングのリボ払いのお支払い時に利息を払いすぎているからです。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。現在リボ払い経験のある方々に現金が返金されています。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認ください。周りに知られることもないし、しつこい営業電話もありません。お電話は0120-10-10-10-10-10-10、 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。上柳正彦です。お電話は0120-10-10-10-10-10-10、 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。上柳正彦です。突然ですが、愛車を高く売りたいならガリバーにお任せ。ガリバーはいいとこ探しのプラス査定で高い買取に挑戦します。まずはお電話ください。0120-66-4747、 66-4747、 ガリバーです。精力剤の赤ひげ薬局、精力減退早漏にヘアグロン、塗って効きますヘアグロン。 JR 新橋駅すぐ、 0120-032-655。 赤ひげ薬局。ヘアグロンは第一類医薬品です。薬剤師の説明を受け、使用上の注意をよく読んでお使いください。ここで中央事務所よりクレジットカードの利用経験者に現金が戻るかもしれないお知らせです。現金が戻ってくる、どんなお知らせですか？はい、どんな勘違いがあるんですか？まずは過払い金の対象となるカード会社の範囲です。消費者金融はもちろんですが、実はデパート、スーパー、銀行系列のカードローンも対象です。また現在返済中の方も対象ですよ。その他は？利用金額が少なかったり、利用期間が短いために自分には過払い金がないと思い込んでいる方が多いみたいです。あとは手続きをすると信用情報に影響が出てしまうとかですね。手続きしても影響はないんですか？はい、関西語なら信用情報に影響はありません。
また利用時のカードや書類も必要ありませんし、記憶が曖昧でも大丈夫です。それは助かりますね。このように勘違いから過払い金を受け取っていない方が多いようです。クレジットカードを利用した経験のある方は間違っていても構いません。あなたが対象か無料でご確認を。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。香港です。ダニやってます。ダニって人間からめっちゃ嫌われてるみたいやな。知らんけど。でもちっちゃいし奥の方に隠れてるから見つかれへんねん。知らんけど。ダニクリン知らんの。ゲッ、そんなんの知らんけど。スプレーするだけ寄せ付けないダニクリン。生き生き植木。ショーアップナイタートゥデイ、この時間はサミー、イエローハット、NTT 東日本がお送りします。時とはミバスで間違えたよ。はい、どうも、私 DJ ラオです。いやー、スマスロ北斗の件ね、初代完全復活ということで私も現在大忙しです。豪商派、豪商派、さっさと豪商派。あ、避けられた。はい、どうも、私 DJ ラオです。いやー、スマスロ北斗の件ね、初代完全復活ということで私も現在大忙しです。豪商派、豪商派、さっさと豪商派。あ、避けられた。サミー、皆様、ここで選手の交代をお知らせいたします。タイヤとオイルを交換したくてイエローハット、背番号16と背番号80合わせて1680、つまりイエローハット。以上になります。イエローハット。伝承法、飲食店、伝票、保存、誰か教えて。店長さん、そんな検索するよりも TX で売上管理やデータの共有楽になりますよ。ご相談ください。 NTT 東日本。ショーアップナイタートゥデイのお時間です。今日これでは今日は夕方5時30分から巨人対広島戦をお送りします。この時間、清水久志アナウンサーにポイントを教えてもらいましょう。お願いします。はい、こんにちは、よろしくお願いします。巨人は、はい、新潟と横浜でベイスターズに2連勝して、まあ、現状セリーグ首位 DeNA なんですが、うん、それに勝ってきましたんで、はい、状態が上がってるかなというところです。うん、その前見ると最下位中日に全部逆転負けで3連敗したので、あ、今年はしんどいかなと思ったんですが、いや、まだまだという感じがありますね。はい、一方、広島東洋カープはG7 サミットが広島であるので、はい、今ずっと広島ロードに出てて、12試合をずっと遠征で戦うという真っ只中でおりまして、はいはい、昨日はそんな中、名古屋で延長戦を勝っているんですが、まあ、両チームに言えるのは、ピッチャー中継ぎが結構しんどくて、はい、疲労度とか、まあ、うまくいかないとかいうところが、まあ、今日もポイントになりそうです。はい、今日は巨人が先発が横川、若い投手です。かつて大阪桐蔭で藤原とか根尾とかと一緒に全国制覇を果たしたメンバーの一人のピッチャーで、原とか根尾とかと一緒に全国制覇を果たしたメンバーの一人のピッチャーでございます。で、広島はエースの大瀬良なんですが、大瀬良はちょっとふくらはぎ、太ももを痛めて今日が復帰戦ということになりますんで、はい、横川もそうなんですが、あんまり長いイニング投げられてないので、先発が頑張るのか、うん、それとも中継ぎがもう一回奮起するのかというのが、はい、今日の東京ドームの聞きどころではないかなと思っております。はい、クイズトリプルチャンスは今日も毎回3回チャンスがあるクイズ、ぜひご応募ください。これからの季節にぴったりなシャツ、おしただ券をプレゼントします。5時57分頃から出題しますので、5時30分からのショーアップナイターぜひお聞きください。はい、解説は真中満さん、そして実況が清水久志アナウンサーです。はいはい、です頑張ってください。はい、お願いします。ありがとうございました。はい、夕方5時30分からの巨人対広島戦、お楽しみに。An X Nippon Express。 良い選手を集めるのではなく、良いチームを作る。サムライスピリッツ。日本エクスプレス。私たちは未来の地図を塗り上げていく。そして終わりのない物語を紡いでいく。色とりどりの技術と挑戦で。人と人がつながるエネルギー。出光。バナナは1本ずつビニールで包んで冷蔵庫に入れると傷みにくいということはあまり知られていないが、オープンハウスグループがマンションを分譲していることもあまり知られていない。
実は23区マンション供給棟数ナンバーワン、オープンレジデンシア。ショーアップナイタートゥデイ、この時間は日本エクスプレスホールディングス、井出光興産、オープンハウスグループがお送りしました。有働由美子、有働のラジオ、今回のテーマはキラキラ。オープンハウスグループがお送りしました。有働由美子、有働のラジオ、今回のテーマはキラキラ。高校時代カリスマ JK って呼ばれてました。すごいキラキラ、ちょっとやってみて。つーか、あっしらキラキラじゃない。だな、キラキラだべさ。ウドラジは今日午後3時半から。マンズキラキラのなまはげ JK だっぺ。カリスマのキラキラです。中川家のレイジです。セフセフ。この時間お届けするのはこちらのコーナーです。ラジオ CM を作ろう。さあ、こちらのコーナー、架空のお店、商品、企業のラジオ CM を勝手に作ろうというコーナーでございます。先週お休みだったんで、今回ね、リスナーの皆さん送ってくれたら本当に作っていきたいと思います。この方、ラジオネームメロちゃん。私は海苔弁当が大好きです。好きな人とピクニックに行った時、手作りしたいと思ってます。そこでワクワクしちゃう海苔弁当 CM リクエストします、うん、なるほど、よろしくお願いします。あ、メーカーとか別にどこのとかそういうのないね。そうですね、海苔弁当の CM。 海苔海苔海苔弁当、海苔弁当、マイマイマイ、彼氏とお出かけだ、海苔が上あごにくっついちゃった、海苔弁当。ここもこうもあの乗せる感じで、海苔が上あごにくっついちゃった、海苔弁当たった。どことはないんですね。どことはない、別に、うん、ピクニックに行っても海苔弁当が大好きっていうだけの、はい、うまいからな海苔弁、海苔が上うまいからな、のり弁。のりが上あごにくっついて、のり弁当。美味しいですね。僕は一回、フライを別の皿に乗せますけどね。あ、そっち。ちょっと邪魔なんでね。あれと、ちくわのね、磯辺揚げをちょっと避けといて。避けといて食べる。まあ、あと、あの、のりの下のなんか、佃煮みたいな、僕はちょっといらない派なんですけどね。ちょっと味が濃くなっちゃうんでね。はい、その通りです。あの、なんか、かつお節の、かつおの佃煮みたいなのかな、なんか。あれはいらないんですね。それやったら普通の、もう、かつお節。そうですね。パラッと。かつお節を。ちょっと醤油で。そうですね。それぐらいがいいと思いますよ。うん、量はどれぐらいですか、海苔弁の量は。そうですね。ご飯はそんなに多くない感じですかね。うん。あの、ちくわもあんま大きくなくていいですね。うん、あ、磯辺揚げの、フライ、アジフライみたいな、ちょっと大きめのアジフライを、うん、どんと、はい、タルタルとつけて食べたいですね。食べて箸突っ込んだ時に海苔だけ、海苔弁、ただの弁当にしてね。さあ、来週どんな仕上がりになってるんでしょうか。受付メールアドレスは ngk@1242.com、 ngk@1242.com、 懸命にラジオ CM と入れていただけると助かります。たくさんのご応募お待ちしております。ここで中央事務所に電話をして、過払い金を受け取った方の感想をご紹介します。私はデパートのカードでキャッシングをしました。夫が急に亡くなったため仕方なく。返し終えたのは5年前。過払い金は借り入れが少なかったため関係ないと思っていたんですが、間違っていてもいいか、と電話を。そしたら100万円を超える過払い金がありました。このようにクレジットカードのご利用経験者に現金が戻るかもしれません。あなたも対象か、無料でご確認を。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。認定司法書士の田中修平。日本放送強しエンレイジー from 中川家。 A radio show。 A radio show。 ここで50代からの生き方暮らし方マガジン、ハルメクのご紹介です。カタカナでハルメクと書くこの雑誌、50代以上の女性に役立つ情報がいっぱいと評判なんですよ。
本屋さんでは販売していない定期購読限定の雑誌なので、興味を持たれた方はぜひ最後にご紹介する電話番号にお問い合わせくださいね。春めく最新5月号の特集は、頑張らない疲れない片付け、完璧な片付けではなく楽して綺麗が続く片付けをご提案します。また片付けというと物を捨てると考えがちですが、捨てない片付けのすすめという記事ですが捨てない片付けのすすめという記事も載っています。捨てられないから片付けられないと悩んでいる方もぜひチェックしてみてくださいね。この3年間家にいる時間が長かったので、家の中に物が増えてきたという方もきっと多いですよね。暖かい日が増えてきましたし、片付けに取り組むにはいい季節ですよ。5月からの定期購読を始めた方限定で、片付けて食費も節約、冷蔵庫すっきり整理ブックを5月号と一緒にお届けします。冷蔵庫内の整理の仕方、野菜の正しい保存方法も分かって節約に役立ちそうです。春めくは自宅に直接届く定期購読誌なので、待っているだけで毎月新しい情報が楽しめます。春めく年間購読12冊コースは税込み送料込みで6960円、1ヶ月あたり980円、1ヶ月あたり580円です。お電話または立ち読みもできる春めくのホームページからお求めください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-86-0917 0120-86-0917、または春めく5月号で検索。お届け解約についてもお電話でどうぞ。楽して綺麗が続く片付けで毎日を明るい気分で過ごしませんか。The Radio Show。 さあ、それではテーマメールを紹介したいと思います。テーマ、楽しかったけどでございます。この方は、ミシシッピのカッパ。私はよくコンサートやライブに行くんですけど、めちゃくちゃ楽しんでる最中にもかかわらず、ああ早く終わってほしいな。俺もそうやね。なんで？なんで？コンサート、まあ、例えば20曲あったとしたら、もう10曲ぐらいで帰ったら。うん、楽しいんですよねけど。楽しいよ。すごい楽しいよ。そう、行きたくて行ってるけど。うん、ああ、そうですね。なんでしょう。うん、もう一回とか言われたら、うん、いやもういい。あるやん、あの、うん、最後のとこ何回もコール&レスポンスみたいなね。でみんな手を上げよう、腕を突き上げてみたいな言われたらもう帰りたい。めっちゃ好きやねんで、その人のこと。いやなあ、もちろん何ヶ月前かチケット取って、うん、行くわけやもんな。今日はなんだかわかるかいみたいな言われたら、うん、もういい、大丈夫です大丈夫です。大丈夫な。俺その人多分気合うと思うわ。いろんなこと考えんのかな、そのこれ終わってからのこととか家帰ってとか、ね、いろんなこと逆算する人なのかな、この人、うん、頭にガレージ浮かんでるもん、ポンポンポンってあの点滅みたいに帰り、うん、混むなって、ポンってあの点滅みたいに帰り、うん、混むなって10曲目ぐらいでそれ。いやでもさ、たまに高いとこからコンサートとか見に行ったら、うんうん、途中帰ってる人おるよ。おんの、ほんまに。パツンパツンって帰っていく人おる、うん、いるよ。うん、それ時間が長すぎるからか、やっぱり。あとずっと立たへん人もおるしね。いますね。ね。かたくなに。この人何しに来たんやろっていう人もいますよ。だからいろんな人がおんねんな。うん、全員が全員わーってやりたいわけじゃないっていうことは、ね。でも俺らも生まれてるかもしれん。中脇出てきたら帰る。いや、絶対おるよ。絶対おるよ。間違いなくね。なあ。続いてはハロー神奈川、神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局の田中さん、お願いします。はい、こんにちは。こんにちは。お伝えします。箱根町の強羅に先月の末から箱根の金太郎館がオープンしています。足柄山で誕生して平安時代の武将として活躍したと言われている坂田金時、金太郎にまつわる貴重な資料およそ300点が展示されています。館内は遊び心が満載で刺激的な内容になっています。建物は2階建てで
マサカリのモニュメントが目印。金太郎に関する浮世絵や絵本などびっしり陳列されていまして、中でも金太郎が鬼退治にスカウトされた場面の江戸時代の浮世絵は注目です。子どもたちにもたくさん楽しんでもらおうと、目の錯覚を利用して遊べるコーナーや、鬼の住処ではいきなり鬼が飛び出してきたりと、びっくり企画の体験型の資料館です。いきなり鬼が飛び出してきたりと、びっくり企画の体験型の資料館です。実在の人物金太郎のストーリーをたくさんの人に知ってもらいたいということです。ちなみに館長の住宅正人さんはちくわの笛の演奏者で有名な方で、テレビでもたくさん紹介され知っている方も多いと思います。この名物館長さん、5月25日から館内にいますので、ご希望があればちくわの笛吹いてくれるということです。火曜日と水曜日が休館日です。箱根の新しい観光スポット金太郎館、いらしてみてください。横浜のスタジオから田中久恵がお伝えしました。田中さん、ありがとうございました。朝疲れが抜けていない人、夜疲れが溜まって辛い人、体全体の疲れにビタミンと5つの生薬がよく効きます。時刻は1時52分です。日本放送ニュースです。ニュースデスク、森田さん、お願いします。はい、お伝えします。75歳以上の公的医療保険料を来年度から段階的に引き上げる健康保険法などの改正法が、今日の参議院本会議で自民党や公明党などの賛成多数により可決・成立しました。対象は年金の収入が1年間で153万円を超える人で、75歳以上のおよそ4割に当たります。高齢化に伴う医療費の増加に対応するのが主な狙いです。また子供を産んだ人に給付する出産育児一時金の財源にも充当されます。このほか地域医療の充実に向け、かかりつけ医の制度化も盛り込まれました。マイナンバーカードを使った住民票の写しなどのコンビニ、マイナンバーカードを使った住民票の写しなどのコンビニ交付で、今年3月以降他人の証明書が出る交付ミスが相次いだことを受け、松本総務大臣は今日の記者会見で、全国の自治体と委託業者に関連システムの点検を要請したと明らかにしました。不具合が明らかになった富士通ジャパン以外のシステムでも同様の事態が起きていないかどうか確認します。松本大臣です。他社の証明書発行サーバーに連携するシステムを含め、誤送付が生じる仕組みになっていないか、関連システムの点検を要請をいたしました。また富士通ジャパンと富士通本社に対し、事実関係を聞き取った上で再発防止を求めたことも明らかにしました。東京都は小池知事が静養のため定例記者会見など今日の公務を休むと明らかにしました。疲労が若干溜まっているということです。選んだことをほのめかしました。マスク CEO はツイッターに、新しい CEO を採用したことを発表できて興奮している、彼女は6週間以内に勤務を始めると投稿しました。ただ後任の氏名などは明らかにしていません。おしまいに、アメリカメジャーリーグパドレスのダルビッシュ投手は11日ツインズ戦に先発し、6回までを4安打2点に抑える好投を見せましたが、勝敗はつきませんでした。6回が始まる前のピッチング練習で右腕を気にする仕草を見せていたため、メルビン監督が大事を取って交代を決断しました。その後リリーフ陣が逆転を許し、ダルビッシュ投手は2勝2敗のままです。チームは3対5で敗れました。一方メッツの千賀投手はレッズ戦に先発して5回まで投げ、8安打5失点で2敗目を喫しました。1回に不運な当たりもありましたが、5安打を集中されて4点を失い、一方メッツの千賀投手はレッズ戦に先発して5回まで投げ、8安打5失点で2敗目を喫しました。1回に不運な当たりもありましたが、5安打を集中されて4点を失いました。5失点は千賀投手のメジャー自己最多です。チームは0対5で敗れました。この時間のニュースは以上です。森田さんでした。ありがとうございました。
アポロステーションの出光興産、ベンリッチ、高リッチ、オープンハウス、他の提供でお送りする日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時30分から。日本放送ショーアップナイター。さあ、時間までね、テーマ何の話で盛り上がってるか。コンサート、コンサート、さっきのメールの、そう、あのツイッターではたくさんの方が共感してくださって、大変だけど、うん、もういいかなとかイエーイって腕上げながら俺天井見てますからどこ見てんのよ見なさいよミュージシャンを。そう、あ、レオさんっていう方は、はいはい、イエーイってしてるのにあくびしちゃうなんかわかんない。ほんならどうすんの、あのアンコールってなった時。やるよ一応アンコール、うん、でもあの下、うん、靴見てますいやもう靴汚れてんなとかあちょっとさっきピョンピョン跳ねたからやとかなんでしょうね、なんでしょうね。東島さんもそういうのがちょっと、ね、あ、まあ、若干あります。でも朝からやっぱり楽しみにしてるので、はい、本番始まる前にもう体力半分ぐらいだと思うんですよね。なるほどね、うん、出てきた時マックスなのかもしれん ね、 ね、そう、うわー来たーっていうとこがもう超マックスでつらー、それ出てる方は。あともう聞いたことない歌歌われたら新曲です、いやここで新曲かとか。いや、そのミュージシャンの思いも詰まってるからライブやからこそ。いやだから自分に置き換えてんのよ、うん、俺らもそれ、うん、単独ライブ気をつけなあかんなと思って。いや、まあまあね、そりゃそうです。新ネタやらん方がええんかなとか昔の何回も。いやでもそういう人もおるかもしれない。したいですよ、うん、そういう人もおるかもしれない、うん、あれ見たいね、これ見たい、うん、これが見たい、あれ見たいのに何全部新しいのやってくれてんねんとか、あのあるかもしれんな。なかなか受けたかないとまた調子乗って、調子乗ってるわな、なかなかやりやがってとか、うん、まあ思ってる人もおるかもしれない。でも共感が多いっていうのはね、びっくりしましたけど ね、 ね、あ、紹介できますかね。あ、以上ですか。そうですね、はい、そう、今日のメッセージテーマは、はい、楽しかったけどです、はい、まあ、この番組らしいテーマですよね。そうですね、だいたいゴールデンウィークの楽しかったこと何ですか、はい、ですね、ここはね、聞くんですけどねそれをけど、そうですね、楽しかったけど、はい、ngk@1242.com、 中川家の頭文字 ngk@1242.com までお寄せください、はい、お知らせを挟んで時刻は2時になるところです。JA 茨城朝日村メロン部会の箕輪です。箕輪です。甘くて美味しいメロンができましたよ。 QR コードを読み取れば糖度も食べ頃もすぐにわかる。いつだって確かな美味しさ、食べたらわかるメロンは JA 茨城朝日村。 JA 茨城朝日村メロン部会。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。建設現場、工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があります。まずはあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。 0120-70-7000 番、70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。上原さん、こんにちは。ドクターエアの CM でフロイます。こんにちは、上原浩二です、ちょうど今大リーガーの分析が終わったところです。上原さん、ドクターエアのアンバサダーなんですよね。はいはい、ドクターエアですね、昔からよく使ってますよ。3D アイマジックは本当気持ちいいです。ああ、でも今一番人気は米倉涼子さん推しのエクサガンハイパーじゃないですかね。あれはとんでもないですよ。でも私より米倉さんにインタビューした方が良かったんじゃないでしょうか。いえいえ、米倉さんには CM でかなりコメントもらってるんですよ。ねえ、知ってる？すっごいの。すっごい。軽っ。すっごい。パワフル。だからすっごい。ハマりそう。とんでもない。ボディケア。私も使ってます。ドクターエア。ほんまや。売れてるには訳があります。今すぐドクターエアを検索。ザ・ラジオショー。2時です。午後2時を回りました。中川家の0時です。剛です。日本放送東島えりです。中川家ザラジオショー、笑いをテーマに東京有楽町日本放送から3時30分まで生放送。それでは2時の強めのさんのお天気です。お願いします。いや、いい天気ですね。
今日そうですね、いい天気でね、はい、雲は少しありますけど、この、はい、まあ、晴れが続くといいななんて思いながら、はい、気温の方が 19.7 度、湿度が 52.9% です。はい、はい、その通りです。 19.7 度、はい、はい、またメールが来ております。この方は東村山市のステラさん。ステラさん、はい、つゆまるちゃんこんにちは。こんにちは。先日掃除をしながら歌を歌っていたら高音が全く出なくなっていました。年のせいだと思うのですが、とってもショックでした。年のせいだと思うのですが、とってもショックでした。ツェメルちゃんはいつも素敵な高音ボイスですが、何か喉のケアはしてますか。あ、私あの、はい、蜂蜜を舐めてます。蜂蜜と生姜を。東島さんすごく喉にいいんですよ。うわー、ベタベタ伸びてますね。おあ、うるさいです。キーン、うるさいです。キーンキーンって言ってるやん。キーンって言ってるやん。大丈夫なんですか、喉は。腹式も使ってます。あ、腹式で。はい、ボイスありがとうございます、あえいうえおあおあえいうえおあおかけきくけこかこかきくけこですね。かきくけこかこ言えてないかこかこ、はい、すごく私やってます。声ね、シャワーを口の中入れたりしてます。やってるんですか。すごくすっきりしますよ、喉が。あ、そうやった方、ステラさんもそうやってやった。お風呂の窓を開けて、うんうん、言いますよ。それはやめといた方がいいんじゃないですか。近所の人が何かあったんかなって。たまにあの夜中泣きます、うん、それにびっくりして。誰が泣く。カラスが。カラスがあーって泣きます。一瞬泣きます。一瞬だけですか、はい、カラスがびっくりして。びっくりしたんでしょう、ね、東島さんもね、やっぱこういう仕事ですから。そうです、喉のケアは。マヌカハニーですよね。マヌカハニーがいいです。そうなんですか。いろんなの種類があります。マヌカハニー、ね、あ、なるほど。東島さんちょっと大きい声を出したりはしてみないんですか。大きい声出ないんですよ、私。出なさそう。ちょっと出していただいていいですか。大きな声、ね、はい、あ、え、い、う、え、お、あ、お。あ、違います。違います。どうですか、ちょっとやって。あ、う、え、お、あ、お、ほ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 、へい、へい、へい、チェック、チェック、ワン、ツー、ワン、ツー、チェック、チェック、リハーサル、トゥクトゥクトゥン、いや、トゥクトゥン、ドラムの音合わせ、ベースや、ベース、わかっかこ、わかっかこ、ギター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 、アンプの音、アンプ、いや、違います。いや、バインって、バインじゃないんですよ。トゥン、トゥクトゥン、トゥン、トゥクトゥンじゃないんですよ。あの、ライブの間じゃないんですよ。はい、すいません、ね、まあそれぐらい声が出ると。なんじゃこいつは。一回とついたら後ろから。すいません、はい、絶好調でしたね、ツーメロさん、はい、さあお天気です。この後も関東地方日差しが届きますが、次第に雲が増えるでしょう。山沿いを中心に所々で雨が降りそうです。ただ雨の降る時間は短いので、折りたたみの傘で大丈夫そうですね。最高気温は東京都心で21度の予想です。さあこの後はお笑い芸人ババゾのあずささんが生登場です。ラジコですとクリアな音で無料、スマートフォンアプリラジコも使ってみてください。相続税の申告を後回ししている方は0120-400-800、東京税理士会所属税理士法人48、ご注意ください。申告期限が過ぎると特典が受けられないことがあります。まずは無料であなたの相続税をご確認ください。お電話は0120-400-800-400-800。ライオンズクラブ国際協会は世界規模で展開している奉仕団体です。活動のテーマは We Serve、 私たちは奉仕するです。きっと皆様の身近なところにも私たちの活動の足跡を見ていただけると思います。詳しくはライオンズクラブ国際協会で検索。月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は中川家、土曜日はサンドイッチマン。お昼の番組は中川家、土曜日はサンドイッチマン。お昼の番組は FM93 AM1242、 ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。中央事務所よりお知らせです。クレジットカードのお支払い時、払いすぎていた利息が返金されるようになりました。
現金を受け取るには確認が必要です。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認ダイヤル0120-10-10-10-10-10-10にお電話を。 Welcome to the radio show Guest show Let's get started。さあ、この時間ザ・ゲストショーと題しまして、ゲストと一緒に笑いをお届けしていきたいと思います。ザ・ゲストショーと題しまして、ゲストと一緒に笑いをお届けしていきたいと思います。本日のゲストはこの方です。どうも、ババゾのゼタ・ジョーンズと申します。うわ、ゼタ・ジョーンズ違いませんか、名前がゼタ・ジョーンズなわけないでしょゼタ・ジョと呼んでください。ゼタ・ジョババゾのアズサさんと申します。ありがとうございます、本当に嬉しい。ババゾーズ、あ、4つ流行ってるんですね。そうなんですよ、濁点がね、濁点があー、ほんまや、はい、名前のほとんどがね、あの濁点で構成されてる。構成されております。あずさんのズーはツニテンテン、ツニテンテンなんですよ。あ、ツニテンテンなんや。そうなんです、父親があの役所に出すときに間違えてツーって書いたんです。出た、よくあるやつ。そう、すえのに登録もそれになってしまって。そうなんですよ、良かったですね。いや、ほんまにね、結果オーライですね。久しぶりやね。いつもお世話になって、なんかもういつもね、あの中川家さんとご一緒させていただくとき、あのもうなんか実家帰ってきたみたいな気持ちになるんですよ。そうですね、あんまり僕らもそんなカン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 行く方じゃないんでね。そうですね、のんびりした大阪の方なんで。そうですね、もう楽屋行ってもいつもね、あの全然帰らんとずっとおる。確かにね、確かにね。ほんでレイジさんがね、要はあの関西のね、おっさんの真似するじゃないですか。ほんでちょっと柄の悪いおっさんの真似とかするときあるでしょ。あのあれが父親にそっくりなんですよ。ああ、なんかその年代や。そう、トラック運転手なんでね、ちょっとあのお父さんがちょっと口悪いんですけど、気性が荒いのね。そっくりやからね。いや、なんかね、だからもう今でいう70代ぐらいの人なの、うん、お父さん、お父さんは、まあ、60代。あ、60代か。ちょっと若い時の結婚なので、ね、うんうんうん、なるほど。そうなんです。だからそう、うん、それに似た感じなんで、ホッとするんですよ。ホッとするんですよ。実家に帰ってきたような。実家帰ってきたみたいになって、要は楽屋に大阪ですもんね。座るというね。いつもね、BS のコントのね、番組で一緒にいつもやらせてもらってて。お世話になってね。ねえ、はい、あの時番組で一緒にいつもやらせてもらってて。お世話になってね。ねえ、はい、あの時なんかもう自然とできるから不思議やね。そうですよね、ババゾノとは。いや、ありがたいことにね、台本もないし、うん、ね、どういう役柄をやるかだけね、うんうんうん、なんとなくふわっと決まって。はい、そうです。行ったら服だけ置いてあって。今日はスナックのママですとか。そうそうね。今日俺の奥さん役です。奥さん役ですとか。なんかそんな多いもんね、ほんまに。できちゃうからね。できるからすごいわな、ほんまに。ね。もうコンビ解散してもう 2、3年もうすぐ、そうですね、2年ですね、来月で。あ、連絡取ったりしてるんですか、うん、連絡は墨田さんとは、あの、あえては取ってないですね。でも、うん、気持ち的にはだいぶ、なんかこう、めちゃくちゃ今、一番楽しいんだろうなと思って。なるほど。生き、あの、うん、一緒にやってる時に、うん、そこまで生き生きしてなかった。今は結構ね、写真もアップされてね。そうそう、そうなんですよ。墨田さんね、写真もアップされてね。そうそう、そうなんですよ。墨田さん。そうですよ。いや、あの、生き生きしてなかったって別にあの、仲悪かったわけないんですけど、ほんまにあの、プライベートもご飯行ってましたし、劇場の合間もね、二人で服買いに行ったりしてたんですけど、二人でうろうろしてたんですよ。二人でよううろうろしてたんですよ。だから別に、あの、仲悪いとかそんなんじゃないんですけど、なんかその、女性として、やっぱりこの、な、一応芸人ですけどね、うん、女の子として見てもらいたいみたいな部分もやっぱりあったんやろうなと思って。 そうね、そうなんですよ。それが今あのもうすごく 120%、うん、あのアピールできてて、うん、で SNS とか見てたらもうすごいキラキラしてるから、うん、うわ、よかったなって、逆にもう本当によかったなって自分の、ね、やりたい方を進めて。もともとだってお笑いを目指してたわけないもんね。そうなんですよね、宝塚入りたかった、宝塚入りたかったよ。いや、わかるんですよ、うん、でもあの、うん、そういう風に、うん、あのなるのは自由ですけども、はい、僕は、うん、あのデビュー当時の墨田さんが好きです。僕は人それぞれね。そうですよ。あの水着着て、うん、どつかれてる墨田さん。そうですね。ウェディングドレス着て相撲を取ったりね。僕はあっちの方が可愛いかな。とは思いますけど。本人はそれが嫌やったっちゃう話だもんね。そうですね。いや、今嫌というよりかは、うん、
なんていうんですかね、うん、女優としての、うん、いろいろ演じる方が好き、うん、好き、ね、あ好きなの、楽しい、それしょうがない、まあね、変わってくるしね、好き嫌いはあるから。さっき年齢見ててんけど、ね、若いよね、ま、私ですか、うん、もう42ですよ。あ、もうセクハラですよ今ので。あ、え、年聞いたあかんねん、いや女性に。ほんまですか、めんどくさい時代、ほんまに。いや言われた方が聞いてるよ。ほんまに一応言うときます。あ、一応ね、こういうことは言うとあかんねんけど、これだけは言うときます。ママ殿と僕の仲なんで聞きました。え、聞かれました。これは言うときます。42でも、あの、やっぱ若いって言うてくれるんですね。若いやん、42は若いで。確かに、まあ、芸人の中で言うたらね、ちゃんと大人じゃないですか、だって。まあまあせやけど。全然ね、変われへんもん。あ、これもあかんの、全然変われへんな。全然変わればいいんでしょ。それはええと思う。それはええと思う。それはええと思う。いろいろね、考えなあかんもん。ややこしいから。何言われるかわからんから。肌の手入れとかはツッツルやもんね。肌はね、あの、やっぱり唐揚げを食べてますからね。唐揚げ好きやね。月120個。120個 ?100 から120、だいたい。うわ、ほんまに好きなんや。めちゃくちゃ好きなんですよ。ほんで自分でも作るし、うん、あの行きつけのね、あの唐揚げ専門店もあるし。あるし。で、見つけたら、またね、うん、あの、うん、道中で、うん。行く先々の道中で見つけたら買うし。あ、そう。昔、名古屋で仕事の時、ほんまに合間唐揚げ買いに行ってたもんね。めちゃくちゃ唐揚げ買ってましたね。なあ。はい、劇場の合間とかもね。出前取ったりしてんの？出前も取りました、楽屋で。唐揚げを唐揚げの出前ってあんまり聞かへんけどな。ご飯なしで大丈夫です、言うて。けどな、ご飯なしで大丈夫です言うて。何が大丈夫？何が大丈夫？お金を払うんで、あの、ご飯分のお金払うんで、楽屋にお弁当あるからご飯なしでいいです。そうなんや、つるつるやもんね。お前自分で作ったりもするの？自分で作ったりもしますよ。やっぱり唐揚げこだわりやん。先生、ごはらやで。なんでやねん。ほんまにどっちかわからんよな。みんなババゾンさんが大丈夫でやったら大丈夫。やったら唐揚げのこだわりもせっこわられたもんな。あんま喋られん。そうですか。では、大丈夫やんな、今な。ババゾンさんはこう面倒見も良くてね。そうですか。あの、ソラシドの本坊くんっていう方してますか、知ってる方知ってるかと思うんですけど。同期でね、ソラシドの本坊。面倒見たり。なんかこの間聞いた。この間聞いたで。何ですか、に金なんやろって1万円渡してめちゃくちゃ男前なことやってね。近所住んでたからピンポピンポンって行ったんですよ、うん、ほんでガチャって出てきてガリガリで、うん、まあまあずっとガリガリですけど、うん、ほんでどうしたん言ったら、いや金払われんから携帯止められてんねん言うて、うん、飯も食うてないねん言うて、うん、うちパッて財布見たら、あの、1万円しか入ってなかったから、ちょっととりあえずこれあんた電話だけ払い言うて、かっこちょっとお前やろ。いや、ほんまに5万ぐらい渡したかったんですけど、1万円しか入ってないからこっちも。男前、こえ後輩なの？いや、同期です、同期です。あ、同期、はい、同期で、同期なんですよ。ええー。同期やからやっぱ心配やから、家まで行って。あ、すごい、や、それぐらいするから。今会うてんの、その本坊って。会うてます、会うてます。今、あの、うん、山形で、うん、私、レギュラーいただきましてね。あ、何でって。そうなんです。これもソラシドのおかげなんですよ。そう、ソラシドが住みます芸人で山形行って、はい、でそこでたくさんレギュラー増えてね。うん、で、ババゾの同期なんですよ。しかも母親が鶴岡、山形の鶴岡出身なんですよ。はいはい、で、ゆかりあるんで、うんうん、よかったら呼んであげてください言って、ソラシドが繋いでくれて。そう。で、あの、隔週でね、うん、今山形行かして持ってるんですけど、ああ、だからもう毎回また行って、はい、でそこでたくさんレギュラー増えてね、うん、で、ババゾの同期なんですよ。しかも母親が鶴岡、山形の鶴岡出身なんですよ。で、ゆかりあるんで、うんうん、よかったら呼んであげてください言って、ソラシドが繋いでくれて。そう。で、あの、隔週でね、うん、今山形行かして持ってるんですけど、ああ、そう、だからもう毎回ご飯食べてます、本坊と。一緒に。はい。夜。え、どんな番組の山形の番組？私出させてもらってるのは、朝の情報番組、うん、あの、うん、NHK さんの、うん、その情報番組に、うん、そう、私出させてもらって、山掘り、山掘りっていう番組、はい、あ、うん、そんでそらしではもう何本もレギュラーありますよ、今山形で。あ、そう、そうですよ、よかったね。何度も見てもらってるのは私の方ですわ。もう9本ぐらいあるんちゃうかな、本坊レギュラー、山形で。めちゃくちゃ頑張ってますもん。あ、そう、ね、そう、ほんまにね。そうか、同期がソラシドとか、はい、あとは同期は誰、うん、あとは川島、き、あ、川島先生がキリンですね。あ、キリンも川島なんで片方だけど、キリンとソラシド。あ、川島というのは気合いそうやもんね。そうですね。そう、あ、その辺が同期で、そう、同期でね、仲良させてもらって。いや、村田とも仲いいよね。あ、村田も仲いいです。後輩なんだ。村田は半年後輩ですね。あ、
なんかほら半年ずつの時あったでしょ。あった、養成所ね。そうそうそう。あ、その時のか。村田半年後輩。でも村田と本坊も仲いいから。あ、そっかそっか。あそこつながってんの。つながって、ほんでよう3人でご飯行ったりもしてね。そうなんね。そうですよ。ね、うん、まあでも、ほんまに今はだからピンでしょ？え、ピンで何もその女優業をやってんの？そのジャンル的には。なんかね、解散してすぐ、うん、やっぱりもう何したらいいか分からんようになって、うん、で、何やりたいんやろうと思って。うんうんうん、ほんで、まあ、コロナもあったしね。はい、ほんで、もうどうしようかな思ってたら、うん、たまたまその、99.9 の。あ、ドラマ。ドラマのお話をいただいて。おう。はい。ほんで、うわ、そんな私嬉しいわ、言うて、やらしてもって、ドラマと。ほんで、映画の話も来て。あ、すごい。そうなんですよ。で、ドラマと。ほんで、映画の話も来て。あ、すごい。そうなんですよ。だから、その後にも単発でちょっとちょくちょくドラマ読んでいただいたりとか。隅田さんちゃうの？それがやりたかった。せや。せや。せやで。えてし、そういうもんじゃないんやね。いや、でもほら、見た目が全然違いますね。だから私にしかできひん、その食いしん坊の役とかね。なるほど。ずけずけ言うおばはんの役とかはやっぱりこっちに来ません、はい、どうしても。だから役は取り合ってないですよ。うん。かぶってないからね。かぶってないからね。かぶってないからね。そうそうそう。だからよう食べる役とか、うん、あ、そうなんや。食いしん坊殺人犯の役とか、なんか。食いしん坊殺人犯のドラマやね。食べるわ、やっちゃうわね。そうそう、あらま。大食い選手権に出場する人が実は殺人犯。うわ、怖っ。怖っ。とかね、そんなんは被りませんやんか、やっぱり。まあ、絶対被るやろ。役柄はね。そうそうそう。それでちょくちょく、うん、まあドラマも出させてもらったりして、はいはいはい、で、その山形呼んでもらったり、うんうんうん、ね、でしてて、うん、せやけどやっぱりちょっと舞台立ちたいなとか思って、うん、お笑い4本と、うん、漫談とコントと。はめちゃくちゃ楽しかったんです。ババゾノさんはどんな客層なの、うん、女の子、うん、そう、でも半々ぐらいでしたね。同年代の。おっちゃんとかもおる。おじさんもめちゃくちゃいました。あ、へえ、まあ。おじさんおばさんも同年代の女性も。あ、うん、あ、そう。結構半々ぐらいで。そうなんですよ。でも見たことないね、そのピンネタとかいうのは。そうですよね。でも、漫談。あ、漫談。漫談を20分。25分ぐらいやって。すごいな。一人ですし、めちゃくちゃ喋ってて、ああ、よっぽど喋りたかったよなと思って。半分悪口みたいな。半分どころか3分の2ですよ。なるほど。そんなことないですけど、まあ、そういうこと言うのが好きなんやね。そう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 。もともとね、うん、ババゾノはね。一回見たことあるんですよ、はい、ババゾノさんと友近がやってる漫才。うん、あ、漫才やりましたね、昔。全然、友近がやってる漫才。うん、あ、漫才やりましたね、昔。全然、もう、客無視。マジで漫才やってます。いや、そんなでも、悪いこと言ってないですよ、うん、悪いこと言ってないけど、完全無視やんか。二人でずーっと、ああでもない、こうでもない、新鮮でしたけどね。ミックスジュースの作り方をね、二、うん、人でやるっていう。何入れる言って。ミックスジュース何入れたい言って。ちゃ、それちゃうとか。そう。ほんで最後の、ブル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 って言って、回す音を、私のがうまいっていう。めちゃくちゃ面白かったです。そうなんですよ。誰も笑ってんかったけど。誰も笑ってん。いいんです。そうそう。だから。あ、そう、あ、そうやってそういうのやったりね、漫談やったり、ね。あとプロレスか。プロレスも好きですね。あの人好きやって言ってたもんな。誰でしたっけ、ま、真壁選手も好きです。真壁選手も好きです。うん、付き合いあるんですか今。いや、全然番組で何度か あの人もグルメのロケやってはったから、うんで、それで共演させてもらったりとかして、うん、一緒にスイーツのね、あの人スイーツ真壁言うてロケやってはって。はい、で、一緒にスイーツのね、あの人スイーツ真壁言うてロケやってはって。はい、で、一緒にロケ何回か行かせてもらって。でも全然連絡先もわからないですけど、でもまあ試合は見に行ったりとかして。よう見に行くの？よう見に行くんですよ、めちゃくちゃ好き。さっきもプロレス見に行った言うてはりましたね。いや、うちのその全日本。番組、そうそう、ね、東島さんがね、言ってましたね、あのディレクターが大好きでプロレス、そうなんですか、長崎さん、うん、私も大好きで、この間も新日本プロレス、うん、両国国技館大会行ってきまして、うん、めちゃくちゃ面白くて、チャンピオンが、うん、ね、IWGP のチャンピオンが変わって、言ってですっごい盛り上がって、わー、言って、新しい時代が来た、言って。ほんで、うん、でね、まあ、全部面白かったんですけど、全部教え、うん。ほんでね、プロレス見てたら、たまに長机出てくるんですよ。はい、ほんで、そこに叩きつけたりとかして、うん、長机って結構バンバン壊れるんですよね。うんうん、ほんで、あれ一個何個ぐらい、何本ぐらいすんのかなと思って。うん、長机って、うん。結構頻繁に壊れるからね。うん、金かかってるやろうなと思って。うん、1個何本ぐらいなんかなと思って調べたんです。うん、ほら、1個何本ぐらいなんかなと思って調べたんです。うん、ほら、だいたい8000円から1万円なんです。あ、
れそんなすんねや。そうなんですよ、これ何個も壊れてたらバカにならんな思って、はぁ、結構こういう備品でもお金かかるんやなと思ってたら、その次の日からね、いろんなアプリ開いたりネットニュース見るたびにね、広告でね、あなたへのおすすめ言うて長机むっちゃ紹介されるめちゃくちゃ売りつけてきよるぞ長机。いや見るかね買ってみたら思いっきり置くとこない置くとこないんですよ、そんな置くとこない前に用がない用がない用がない。プロレスは好きや、ね、あ、そうか、プロレスはめちゃくちゃ好きですね。いやもうね、ずっと昔から好きな、小さい時、そうですね、子供の時はおじいちゃんが好きで、それの影響でようね、見てて、お母さんも ご健在で、あ、母親も好きで、母親もプロレス好きでね、母親は小林邦明さん好きだったんですよ。ああ、小橋だね。小橋。プロレス詳しくないけど、それは知ってます。うんうんうん、そうです、そうです。で、父親はデストロイヤー。デストロイヤー時代的、今元気してはるんですか、うん、今もう仕事は辞めて家にいますけど、もともとカラオケスナックで働いてたんで。そうそうそう、そうやば。そうなんですよ。で、お母さんの服着て学校行ってたよね、うん、そうです。そうなんですよ。私、あの、3歳から、ずっと丸いんで、体型が。あ、大きい。ほんで、子供の服入らへんのですよね。だから、母親のお下がり。で学校行ってたんですけど、母親がのもう虎柄のねトレーナー、虎の顔がバーンってついたトレーナーとかセーターとか、もうピッカピカのスパンコールついてる服とか着てて、うん、それ着てランドセルやってました、うん、見たかったな、めっちゃおもろいな、はい、子供か大人かよく分からへん、気持ち悪いそうなんですよ、ね、変な子供、変な子供やな、確かにな、それはね、そうなんですよね、ほんまに。そう、ミュージカル出たり、ミュージカルも、そうなんですよ、ミュージカル出させてもらう、出たり、ミュージカルも、そうなんですよ、ミュージカル出させてもらうことになって、ね、そうなんですよ、結構動くんじゃん、そうなんですよ、ダンスあるんですって、え、あるま、あら、私はリズム感はもう最低でね、ないあら、ダンスがある、めちゃくちゃ頑張る、あら、また夏の暑い時にやるんや、そうです、6月7月と、うわそうなんですよ、いやもう今はもう稽古入ってんの、え、来週から稽古、来週から、はい、あ、もう全体的な稽古始まってるんですけど、うん、そのもう誰が出るとか言ってもいい、うんうん、あ、大丈夫です、元宝塚のトップスターの方、えご一緒させていただくんで、ちょっと迷惑かけられへんなと思って、いやー、花房麻里さんとか、うん、あと瀬名純さんとか、あと、うん、小林彩子さんとかのおしんの、おお、あと、うん、佐藤ひとみさんとか、うん、すごい方ばっかりやから、ハロー、そうそうたるメンバーの中に、はい、ほんで芸人って、結構コントとかで、むちゃくちゃ動いても、映像で見たらあんまり、そうそうたるメンバーの中に、ほんで芸人って、結構コントとかで、むちゃくちゃ動いても、映像で見たらあんまり動いてないなっていうところがあります。あるあるある。意外と。ね、自分ではめちゃくちゃ動いてるつもりやのに、そうなんですよ。客観的に見たらね、全然動いてない。ほんと激しいのもやるんだ。激しいのもあるんですよ。うわぁ。覚えなあかんの。大変やん。あら、女優や。ほんまや。頑張らしよう。それこそ。すみださんが。それ出た方がいい。違う、こう食いしん坊の役なんですよ、私。あ、そう、今回も。今回もほんまに子供の時からずっと太ってて、大人になってからもあんまり美に対して無頓着な人の役やから、そんなもう取り合えへん役。ポスターは取りました、ポスター取りました、あ、斜め上見て、斜め上見て取りましたね。いやいや、すごいな、忙しいやね。へえ、ちょっとね、交通情報ね、馬場さんちょっと挟ましていただいて、その後にまた一つよろしくお願いします。ありがとうございます。クレジットカードのリボ払いにも過払い金があります。なぜならキャッシングのリボ払いのお支払い時に利息を払いすぎているからです。現在対象者に返金されています。あなたが対象か中央事務所でご確認を。0120-10-10-10、代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。時刻は2時24分です。日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの岩川さん、よろしくお願いします。いいえ、心を込めてあなたにお届けします。三河健一コンサート2023、あなたへ愛の参加、6月7日水曜日、 LINE キューブ渋谷、チケット好評発売中。お問い合わせは03-3355-35。 The Radio Show。
さあ引き続き、はい、はい、あずさちゃんという、ありがとうございます、お邪魔しておりますお邪魔しておりますまあメールもねちょっと来てるんで、ね、うん、はい、ありがとうございます、はい、ちょっと紹介したいと思います、うん、まあさっき唐揚げのこと言ってましたけど、うん、カズピーさんですね、唐揚げが大好きなババゾノさんですが、最近お気に入りの唐揚げ屋さんをぜひ教えていただきたいという、お気に入り、そうですね、たくさんあるもんね、めちゃくちゃたくさんありますもんね、多いね確かに、やっぱりでも神戸にあるお店なんですけど、揚げ匠重森さんっていう、うん、とこのお店が、うん、祭事でねたまに新宿とか、大阪とか梅田とかいろんなとこ行くんですよ、あの百貨店に、うん、それで食べれるんですけど、うん、めちゃくちゃ美味しくて、神戸、柚子胡椒マヨネーズ味、はあ、なんですよ、まあ、シンプルな醤油味も美味しいんですけど、うん、その柚子胡椒マヨネーズ味っていうのがね、ええなと思うけど、普通のやつ、プレーンのやつ、まあ、プレーンのやつも美味しいんですけど、でもね、その全然派手な味じゃないんですよ、あ、なんか逆にさっぱりしてるんですよ、マヨネーズ言うてんのに、あ、そうなんや、そう、やっぱり柚子胡椒が入ってるから、さっぱりして、桃の、うん、肩かな、なんか。うん、肩ロース、なんかももとか胸とかじゃなくて肩みたいな言ってました肩あったっけな肩希少部位なんですね、でも鶏に、あ、そう、めちゃくちゃ柔らかいんですよ、美味しいね、それが、で冷めたらやっぱ肩になるでしょ、なるなる、でも木がいつまでも柔らかいんですよ、ほんまに、で外なんか冷めてるのに外サクサクで、それ食べてみな分からんわな、そうそうそうやそう言うわそらあれ、ももと胸ってどっちが好きなん、唐揚げでパターン。やっぱりももの方が脂多いんで、うん、食べ応えはありますよね。うまいね。うん。もものがやっぱ好みです。王将の唐揚げではちょっとまだ。王将もうまいですけどね。うん、胸のね。胸のやつ。さっぱりしたやつね。うん、あれはあれで米進みますけど。言うわ、そら。あれ、ももと胸ってどっちが好きなん、唐揚げでパターン。やっぱりももの方が脂多いんで、うん、食べ応えはありますよね。うまいね。うん。もものがやっぱ好みです。王将の唐揚げではちょっとまだ。王将もうまいですけどね。うん、胸のね。胸のやつ。さっぱりしたやつね。うん、あれはあれで米進みますけど。うん、あれはかけるんですか、魔法の粉はかける。魔法の粉。それかけないですよ。なんやねんこれ、このうまさはみたいな粉はありませんか、唐揚げにかける。王将にもついてるやん。あれ。塩胡椒みたいなやつね。うん、そうですね、中毒になるみたいなやつ。あれはかけない。あれ、何もつけない派。最初はね、最初。で、最後の1個、2個はちょっと。なるほど。味変でやりますけど。はぁ、いや、でもほんまにね、好きなやつ。美味しいです。重森さん。通販もやってるんでよかったら頼んでください。あ、そうね。うん。あげしょ、重森さん。宣伝なの、ね、なんか、ね、月何個やったっけ、月120。120ですか、そら。何個食べるとか、それ、セクハラやで。マジで女性と何も聞かれへん、ねね、この方奈良市の、近場のタクトさん、ババゾノさんは何か得意な音モノマネとかってありますか、モノマネ、音じゃなしにモノマネとかしたっけ、さっきやってたやんか、何ミキサーの音やってたやってたやん、聞いてんの、いや聞いてたけど昭和のやつやで、昭和です、ミキサーでもそうちょっと手添いとか、手添いとかね、バーってなるからさ、そう破裂するから、ふっと寝るやつ、うん、あと市バスのバスのドア開くとベーって音、ね、ベーベーって言う、いやベーいやいやいや入った、エアが入った市バス、こんなのばっかりで市バス、ケラケラね、ほんまに幸せ、ほんまにね、さあ、え、なミシシッピのカッパさん、ありがとうございます、ババゾノさんと中山浩太さんの YouTube が大好きです、ありがとうございます、ババゾノさんから見た中山浩太さんはどんな方ですか、ああ、中山一緒にやってんの、そうなんですよ、月1回なんですけど、浩太くんとご機嫌にっこりチャンネルっていうなんじゃそれは、2人ともすぐいらんこと言うからね、タイトルだけでも爽やかにしとこうって、なるほど、はい、ご機嫌にっこりチャンネルってね、中山浩太くんも同期ですか、浩太くんは1年後輩です、あ、後輩で、後輩で、同級生なんですよ、ああ、そう、年は年齢は同級生なんで気合うから、で月1回ちょっとやらせてもらってるんですけど、やっぱりちょっともう天才すぎるなと思うんですよね、もう何言うても全部拾ってくれるし、でも思いつくことがちょっともう尋常じゃないというか、やっぱりだからめちゃくちゃ尊敬してますね、たまにちゃんと生活できてるんですか、中山浩太君、ちょっとなんか部屋の中が、行ったことないか分かんないですけど、部屋の中がちょっとあの散乱系の人で、ほんでなんか
YouTube で一瞬だけパッと映ったんですけど、うん、あの服とかがね、うん、物とかが山積みになって、その真ん中にギター刺さってました、うん、うわちょっと大丈夫かな、これ何やこれってギタリストの墓場やないかこれ大丈夫かなそれ、だいぶ乱れてるねそれはね。あ、そう、この辺はちょっと心配けど、そういうとこはありますけど、ね、面白いな、面白いやつやと一緒におって楽しいですね。 YouTube やってね、 YouTube そうなんですよ。さあ、この方ミナートックのカズピーさん、はい、新しくコンビを組んで漫才をしたいと思いますか、うん、あー、やっぱり漫才は楽しいですもんね、うんうんうん、でもがっちりコンビを組んでっていうよりかは、うんうんうん、あのちょっとユニットというか、そういうのではいろんな人でやってみたいなとは思いますけど ね、うん、なるほどね。でもまた一から組み直すってなったら、ね、まあまあね、やっぱりちょっとね、 なかなかやっぱもう夫婦みたいなもんでね、うん、はいはいはい、やっぱりこう 何かにつけて、うん、同じ気持ちじゃないと、うん、通じないこともあるでしょ、難しいよね、一からね。で、逆に18歳ぐらいの子と一緒に組んでなるほどね、うん、純真無垢な、うん、何にも知らん、なるほどやってほしいけどな。あ、それはそれで面白いかもしれないですね、うん、で、ツッコミですよ、向こうが、そっちが向こうが、向こうが何にも知らん方が何にも知らん方がツッコミです。いや、またツッコまなあかんやん、そっちに。そう、で最初は育てていかなあかんの、面倒くさいやつやってほしいな。それかもうゴリゴリのおっさんか面白い、あ、ゴリゴリのおっさんも面白いからね。ババゾラ誰と組んでも面白いかもしれない。いやー、いけるいける、ね、うん、だまあ、おっさんでもいいし、おばあんでもいいし、うん、若いど素人でもいいし、うん、素人さんでもいいし、何にも知らん男の子とか何言い出すか分からへん、うん、怖い。そんなんとかもいいかもしれない。そうやね、ユニットでやるのもいいかもしれない、ね、素人でもいいし素人さんでもいいし、さ、何にも知らん男の子とか急に何言い出すか分からへん、うん、怖い。そんなんとかもいいかもしれない、ね、そうやね、ユニットでやるのもいいかもしれない ね、ユニットってなんかしてみたい人おる、誰か、うん、ユニット、そうですね、うんうん、結構うん、いろんな師匠ともやってみたいですけどね、例えば師匠、ね、森吉師匠とか、ね、はい、あ、そうあ、そうって聞いてるだけでも面白いですもんね。そうですね。でもやっぱあの吉吉師匠じゃないとあかんみたいな、絶対ね、あるある、うんうん、絶対的なこのコンビはね、コンビのね、バランスあるんですけど、せっか年に1回ぐらい隅田さんとやるとかは、うん、そういうの決めといたら、年に1回だけやるとか、あ、自分の単独に呼ぶみたいな、うん、年に1回だけ漫才見せるみたいな、なるほどね、うん、そういうのもやってほしいけどな、見てみたいな、確かに年に1回アジアンが見れるみたいな、うん、あ、ちょっと祭りごと的な、まあ、祭りごと的なのもいいと思うし、今それ、うん、今これ隅田さん聞いてるんやったらそれちょっと考えてみてもどうですか、うんうん、あ、そうか、年に1回のアジアン、まあね、年に1回やったらね、1回ぐらいやったらね、もうこのままですよ、タイトル、年に1回のアジアン年に1回のアジアン、そこメインがあんの、年に1回で、ババゾノさんの単独ライブに隅田さんがゲスト、違う違う違う、それは違うやん、違うやん、違うんですね、違うん、年に1回のアジアンっていう、うん、それ言いたいだけですやってほしいなっていうのはありますけど、まあまあ、それ見たいな、見たい、さ、僕ら勝手やけど、僕はもうほんまアジアンは好きで、僕はいつも見てたんです、嬉しいです、立ち姿が面白いです、二人。面白いそうやね。うん。よ、シルエットがええなよ。シルエットがいい、あれが、楽しみで。ありがとうございます。あのね、首に大汗かいてる。それ今、ティッシュ、首に、ババゾノさん首にピッてつけた、うん、もう、それは完全セクハラや。いや、違うよ。それは、わってやれて。わけのわからんおっさんに。わけはわかるけど、びっくりするから、ごめんごめん、いや、首にティッシュをつけますよとか一言言って、さっき謝るから、それごめんごめんなさい、一言言ってからしてください、いや、だから、ね、ややこしい時代やね、いや、なんかもう掘れっていうのもおかしいやろ、ティッシュ持ち出してこうやって汗かいてますよぐらいで言うんちゃう、生放送中に急に汗かいてますよっておかしいです、おかしいわな、それはそれで、どっちやねん、生放送中にそんなほっといてほしい、いや、ほっといてほしいって、いや、汗かいてないやねん、女性やからモンクレーの服をばっかり着るなっちゅうてんねん、お前はババアさん、どうも、そうなんですか、ほら、胸にモンクレーって書いてある、いや、これモンクレーなんですか、そうです、モンクレー、ええやろ、モンスターかと思った、うわっなんやないね、あらららら、そんな崩れる時間でもないの、入間市の
吉本興業厳しい縦社会と聞きますが、吉本の女性芸人同士も同じですかって。ああ、吉本の、あ、そっち知らんわ。そう、確かに女性の上下関係であんまりね、ふんとかおるもう昔みたいな、お前よくドラマに出てくるみたい、何よあんたたちみたいな、そんなんおらんやろ。もう昔いましたけど、やっぱり昔はおりましたけど、やめていきましたね、そういう人って。ああな、うん、偉いもんでな、はい、大きい声でなびっくりしてたよ、ママドロが。ちょっと思うや、水怖っな、おるおる。そうなんですよ、なんかやっぱりネタ合わせとかネタ作りとか、ファミレスでようやってたんですけど、うん、そこにこうツカツカツカと来てね、うん、絶対私らの方が可愛いわって言ってきたんですよ。うわ、もうお前何しに来てんねんって帰れ言って喧嘩してファミレスでそれセデビュー当時ぐらいでしょ。そうです、可愛いわって言ってきたんですよ。うわ、もうお前何しに来てんねんって帰れ言って喧嘩してファミレスでそれセデビュー当時ぐらいでしょ。そうですね、まだ2年目、1年目の年とかでね、オーディション受けながら。なるほど、意外と一歩も引かへんタイプかな、ババドンは。私はそうかもしれない。言われたら、もし喧嘩売られたら、ね、うん、そうかもしれないです。根性ありそうやもんね。筋通ってないことは文句言い返すかもしれない。なるほど、はい、筋通ってたら謝るし、うん、そらそう、そのとおり、そらそう、そらそうそらそう、そらそう、そらそうしか言うてんねんけど、なんかおもろいねんね。さあ、そろそろ、ええいや、まだ何も言ってません一応そろそろお時間ということで、さっき言ってたの告知は大丈夫ですか。あ、ありがとうございます。いいですか、ね、はい、恐れ入ります。ね、うん、東京は6月26日から7月5日まで、はい、東京建物ブリリアホール、昔の芸術文化劇場の方でね、13まで、はい、あのシアタードラマシティですね。あ、毎日放送の横の、なるほど、そうなんです。はい、知ってる。あ、大阪馬場園さん行きますわ、梅田芸術劇場シアタ、うん、迎えに来てくれへん梅田迎えに。なんでなんで行かなかった。場所分かれへんから。いや、毎日放送の横ですやん、分かるやろ毎日放送。なんで忙しいのにマネージャーやね。9日から13まで、9日から13まで大阪でもやってます。がっつりやるということ。ありがとうございます、まあね、そっちも頑張っていただいてということで、と本日のゲスト、馬場園あずささんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。お願いしました。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付、 B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。請求には期限があるので、今すぐあなたも給付の対象かご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。上柳雅彦です。突然ですが、愛車を高く売りたいならガリバーにお任せ。ガリバーはいいとこ探しのプラス査定で高い買い取りに挑戦します。まずはお電話ください。0120-66-4747 66-4747、ガリバーです。精力剤の赤ひげ、赤ひげ薬局。ヘアグロンは第一類医薬品です。薬剤師の説明を受け、使用上の注意をよく読んでお使いください。暮らしの始まりにも素敵な出会いはあるよね。寄り添うように、一般住宅からマンション建設、不動産管理まで、住まいのベストパートナー。プラスト。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎給付金のお知らせです。集団予防接種により B 型肝炎ウイルスの持続感染者となった方は最大3600万円の給付を受けられます。まずはあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。 0120-70-7000 番、 70-7000 番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。上柳雅彦です。
日本放送特別番組フジテレビ取材班南極レポートどうなる地球の未来第64次南極地域観測隊に同行したフジテレビのフジテレビ取材班南極レポートどうなる地球の未来第64次南極地域観測隊に同行したフジテレビの大塚隆弘記者に南極の取材体験をたっぷり伺います。放送は明日朝8時30分から。さあだんだん暖かくなると増えてくるのが見るのも嫌な虫です。台所の小映え、窓のカメムシ、玄関のヤスデなどちょろちょろっとうちのあちこちに出没したらと考えるとね、ゼミさん怖い、ゾッとするところですけれども、そこで今日は殺虫ではなくてそもそも害虫を寄せ付けないという画期的なスプレー、シュッと一吹き嫌な虫を寄せ付けないヒバウッドをご紹介します。シリーズ販売累計109万本突破の大ヒット商品です。市場でも大人気の中、今回なんとか合計500セットご用意しましたが、残りが110セットとなりました。今日人気ですよ、はい、どういうものかと言いますと、虫が寄りつかない木と言われる青森ヒバなどから抽出した人にも環境にも優しいご家庭用の虫除けスプレーです、うんうん、スプレーなので使い方簡単で気になるところにシュッとするだけ。環境にもよるんですが、およそ30種類もの害虫をなんと 90% 以上寄せつけません。しかもたった1回の噴射でおよそ3ヶ月もの間虫除け効果が続きますよ。すごい効果ですね、うん、虫除け。今ね、実はスタジオの中にパネルがありまして、はい、30種類もの虫カメムシ、ショウジョウバ、チョウバエ、幼虫、成虫、カツオブシムシ、ウカレが写真がありますけど、クモアリ、ヒバレが写真がありますけど、クモアリ、CM で多分そんな口調で言ってたよね。そうですね、これアリなんか、これまあ写真ですけど、 I know people would hear the you アリや、アリが言うとんの、うん、言うてます、アリが言うてんの。 CM ができちゃう、すごい。でも僕今手に振りましたけど、うん、全然にこの害はないんですね。あのお洋服とかね、つけていただけますし、はい、場所選ばないんですよこれ。いいね、もうそこがポイントなんですよね。草津の温泉来たみたいな。あ、そうそうそう、ヒバですからね。ちょっとやってみよう。虫除けでしょ、うん、どうです、ほんま、わぁほんまやんか、さっきやもんね。かぶしてみた、ほんまや、旅館の匂い、旅館の匂いですよね。これええやん、これだったらお家にね。あ、全然ええやん、これ。そう、うん、まずお値段ご紹介しましょうね、うん、シュッと一吹き嫌な虫を寄せつけないヒバウッド、うんうん、3本セット税込み9900円です。さらに吹きかけた後にあちこち伸ばすのに便利なマイクロファイバークロスの特典付きです、うん、おまけです、はい、お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 までどうぞ、はい、匂いがいいというのは十分伝わったと思うんですが、はい、天然由来成分なんですよね、うん、家中どこでも使えます。虫の発生が気になる網戸、うん、さらに玄関、ゴミ箱はもちろんですが、殺虫剤だとなかなか抵抗があるなというお布団、台所、ペットやお子さんのいるご家庭でも安心してお使いいただけますよ、うん、だからこそ病院や鉄道車両、幼稚園、飲食店でも重宝されているというものなんですね。なんかもう嗅ぎたくなっちゃうぐらいいい匂いなんですよね。いい匂いなんですよ。そうそうそう、ずっとあの旅館の廊下の匂いするんですよ、ええ、はい、高級旅館の旅館するんですよ、はい、高級旅館の旅館の廊下、風呂に行くまでの、うん、そうそうってほんまにほんまやって、ほんまや、うん、ちゃんと声張って言うんだよ。ほんまやほんまや、ほんまやほんまやな、ね、すごいいい匂い。もうそもそも寄りつかないということなので姿を見なくていいというところは、うん、もう虫嫌いからすると大きなポイントでして、ムカデとか風呂場に出やすいから、これ振っといたらほんまに風呂がほんま温泉みたいになるわな、うん、あ、匂い、えビバーオールドすごい、もう3本
3パターンぐらいいただいてありがとうございます。どれにしましょうね。あのお洋服に吹きかけるとアウトドアに便利な虫除け対策にもなりますし、はいはい、お庭いじりされる方とかね、うん、ぜひねいいですよ。あんた温泉行ってきたんって言われるよな、服にかけたら。リバウッド。リバウッド。どんな CM やねんと。アイディア尽きないですけれども、うん、害虫に悩まされるシーズン、これからが本番ですからね、はい、うん、ヒバウッドを使って快適にお過ごしください。はい、シュッと一吹き、嫌な虫を寄せ付けないヒバウッド、うん、3本セットで税込み5280円、うん、お得な6本セットは税込み9900円です、うん、関東1都6県は送料無料です。お届け返品についてはお問い合わせセンターへ、お申し込みはフリーダイヤル0120-1242-86 0120-1242-86 までどうぞ、はい、日本放送が FM でも聞けるって知ってますか。周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM、 クリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。クリーピーナッツ with ジーマ、クラブでフェスでライブでみんなでジーマ飲もう。それがクリーピーナッツのレコメンド。とりあえず上げてこう with ジーマ。飲酒は二十歳になってから。キャッシング、カードローンの過払い金は中央事務所で返金手続き。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。過払い金とは、カードご利用時に払いすぎた利息のことで、手続きをすると取り戻せます。皆さん過払い金誤解していませんか？クレジットカードに過払い金はない。利用が少額だと過払い金は出ない。それ誤解です。過払い金が少ないと、手続き費用の方が高くなる。それも誤解です。発生していました。現在、お手元にカードや書類がなくても手続きできます。まずはあなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのかご確認ください。過払い金の無料確認ダイヤルは 0120-10-10-10-10-10-10。 聖子松田コンサートツアー2023パレード。7月7日金曜日、8日土曜日、日本武道館で開催。チケットは5月27日発売開始。お問い合わせは 03-6721-1166 クレリアンまで。さあ、それではテーマメールいきたいと思います。テーマ、楽しかったけどでございます。この方は東京都台東区岡原春さん。先日社員旅行で北海道に行った際、うん、先日社員旅行で北海道に行った際、他の人と行動するのがめんどくさくなったので、一人でゲームセンターで遊んでいました。うん、ゲームをずっとやっていると気づいたら8時間以上経っており、うん、お金も1万円以上使ってました。ゲームだけでこんなにお金を使ってしまったことを後悔しております。嫌なんやね、みんなと回るのが。あ、全員で、うん、確かにね。そうね、な馴染んでればええけど、うん、ね、うん、僕もあんま好きじゃないですね、そういう。慰安旅行経験ある？あります。あ、ありますか。慰安旅行閉じこもってました部屋に。なんかそんな嫌なんです。僕もありましたね。大阪から富山まで特急で行ったんですけど、もうずっともう4時間ぐらい寝たふりね。え、基本面白くないのは、ね、ゲームででも1万円使って相当やで。8時間おったらそれぐらいになるか。8時間もおってね、え、中でご飯食べたりしたんやろうか、ほんま。いや、私は経験なくて。あ、ないですか。はい、アナウンスどころか、はい、他の部署も今なかなか、あ、ないですか。ないですよね。あ、そうです。あ、それこそさっきやないの話じゃないけど、うん、これこそパワハラやからね。え、旅行行くぞって。あ、打ち上げ行くぞ。あ、そうか、今あかんのか。なんでけえへんねん。え、今から打ち上げやのに。え、二次会どうする。もうこれもダメです。大丈夫ですよ、下の子って強いから。大丈夫ですか。あ、行きませんって平気で言ったから。大丈夫、もう一個強いね。そう、もう一個、もう一個強いか。そうか。え、なんで行くんですか。は。
ぐらいで聞いてくんねやろな。でもほんまにでもそうやと思うわ。そうか、ね、はい、びっくりした急に。今日のメッセージテーマは、はい、楽しかったけどです。 ngk@1242.com までお寄せください、はい、です、はい、ngk@1242.com までお寄せください、はい。日本放送ケースストアから人気番組のスマートフォンケースが一挙新発売。朝ぼらけ、コージーアップ、ハッピー、ビバリー、ラジオショー、ズームほか、ここでしか手に入らないスマホケース、 iPhone、Android 各機種用が揃っています。詳しくは日本放送ケースストアで検索。時刻は2時51分です。安心と安全を運ぶ千葉県トラック協会がお送りする日本放送ニュースです。ニュースデスク森田さん、お願いします。はい、お伝えします。アメリカのバイデン政権は新型コロナウイルス感染症に関する公衆衛生上の緊急事態宣言を11日で終了しました。国境対策に移行する一方で、ワクチン接種は医療保険が適用されて自己負担なく受けることができます。しかし一部の治療薬には負担が発生します。一方、アメリカで感染防止を理由とした移民流入制限措置が11日午後11時59分日本時間の今日午後0時59分に失効しました。バイデン政権は不法移民の送還を強化する新たな措置を即時に導入しますが、国境管理の緩和を期待した移民希望者がアメリカ南部のメキシコとの国境に殺到していて混乱も予想されます。次に、政府は今日の閣議でエジプトシナイ半島でイスラエル軍とエジプト軍の停戦を監視する多国籍軍監視団の司令部に自衛隊員2人を追加で派遣すると決定しました。人員と担当分野を拡充すると決定しました。人員と担当分野を拡充し、国際協力に積極姿勢を示す狙いで、シナイ半島派遣の自衛隊員はこれで合わせて4人となります。これまでに派遣されている2人は、イスラエル軍、エジプト軍の連絡調整を担当していて、新たに派遣する2人は、施設部隊の調整業務を担います。浜田防衛大臣の記者会見です。防衛省自衛隊としては、これらの活動を通じて引き続き国際社会の平和と安定に貢献してまいりたいと考えているところであります。次に、札幌市南区にある札幌新陽高校の女子硬式野球部の生徒1人が今月6日外部のグラウンドで移動式バッティングケージが倒れた際に下敷きになり、頭を打って意識不明の重体になっていることが分かりました。生徒5人でバッティングケージを運んでいた際、バランスが崩れて倒れたということで、適切な安全対策を報告しました。おしまいに、 JR 東日本が東京港区にある品川駅のすぐ上に商業施設や駅の事務室などが入る和風なデザインの10階建てビルを建設しています。2030年度の完成を目指しています。1番線の山手線から15番線の横須賀線までのホームをまたぐ広大な構造です。 JR 東日本によりますと、ビルは現在再開発中の区域を通じて隣の高輪ゲートウェイ駅とつながる予定だということです。また品川駅のビル完成に先立つ2027年度には、新たに北口の改札も設ける見通しだということです。この時間のニュースは以上です。森田さんでした。ありがとうございました。いつでも注文でき、すぐに届くネット通販。いつも品揃えを絶やさないコンビニ。そこには当たり前の森田さんでした。ありがとうございました。いつでも注文でき、すぐに届くネット通販。いつも品揃えを絶やさないコンビニ。そこには当たり前の日常を支えるドライバーがいます。ドライバーの労働環境の改善にご協力を。千葉県トラック協会。
さあ、テーマメール紹介したいと思います。テーマ楽しかったけどでございます。この方は千葉県松戸市のウエストサンセットシティさん。私が、小学校高学年の頃家族旅行で生まれて初めて海水浴に行きました、うん、私は初めて、見る海に大興奮。一日中泳いだり砂浜で遊び回りとして、回ったりとても楽しかったです。その日の夜は日焼けした背中がピリピリと痛み、次の日にはやけどのような水ぶくれができてしまいました。それ以来海で泳ぐときはティーました。皆さんも急な日焼けにお気をつけください。そうですね、ああ日焼けね、もう行ってないな、久しくそういうとこね。もう着ます、シャツ着ます、上に、うん、これで帽子もかぶってしっかりとしっかりと、いやぐらいせんと、もうマスクは、えマスクさすがにマスクはせんよ、海でマスクはないか、まあ、ないよそれは。ないない、昔はよくこう皮めくったりしてたな。よやってたんかは、うん、僕海なんか行かんと別に、うん、ラグビーでなってましたからね、練習で。練習でそうか、炎天下の炎天下でね、日陰もないところで。お水飲んじゃダメって世代ですか。お水飲んじゃダメ、休憩したらダメ、そうよ、止まったらダメ、うん、何でもあかん。もうそれこそパワハラですよね、あれ。いやもう今なんか考えられん、市内持って立ってたからね、うん、そう走らんかったしないもっと追いかけます、追いかけ回されるっていうしてたし、よくだから僕は剛君のあの皮をしてめくってくれ、背中ね、うん、うわで、どれだけ長くめくるかっていう、切らさずに、あのこだわりやねんお前ら。楽しんでたね、あの頃は。そういうことでもね、いちいち楽しみました。他に何もないから。日焼け痛いですよね。痛いよ、そんなことぐらいしかもなかったよ。水ぶくれになったりね、そう染みますもんね。東島さん、うん、日焼けとかしてたんですか。いやいや、私大学時代グラウンドホッケー外でしたから。あ、グラウンドホッケー、うん、黒かったですよ、マネージャーで誰が一番焼けたかっていうのを競い合っていた、あら幸せな頃。あら幸せですね。そうです、いいですね、そういうの。それだけで楽しかった、ね、その時は日焼けも全然 OK です、ね、OK でした、うん、今ちょっと後悔してます、ね、まあ、大変やね、もうそんな。はい、男子もしないですからね、日焼けは。あ、傘さしてますもんね、日傘。クリーム塗ったり、手入れをして、手入れして、ちょっと軽くメイクしてね、行ったりしてますから。男の子もそうな、今。そうです。いやもう新しい時代がやってきました。新しい時代ですね。ついていか、ついていけるかな。頑張ります。この後もね、はい、メッセージをお寄せください。 ngk@1242.com でお待ちしています。天然植物活力液 HB101、 野菜、花、米などに水に薄めて使うと植物がぐんぐん元気になります。 HB101 は 0120-86-1261 フローラまで。植物元気 HB101。 ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。国は現在集団予防接種が原因で B 型肝炎ウイルスの持続感染者となった方に最大3600万円の給付を行っています。昨年度のお客様への給付金は平均1000万円以上でした。ところが多くの方が未だに手続きをしていません。まず B 型肝炎ウイルスに感染していても病気を放置している方が多いです。しかし健康な方でも給付の可能性は十分にあります。次に家族を肝臓病で亡くされた方も放置していることが多いです。しかし、これらが原因で家族が亡くなった場合、遺族などの相続人が給付の対象です。最後に、この給付金ですが、請求期限があります。準備期間も必要ですので、今すぐあなたやご家族がいくらもらえるのか、無料でご確認ください。もう一度言います。B 型肝炎の給付金には、請求期限があります。準備期間も必要ですので、今すぐあなたやご家族がいくらもらえるのかだけでも、無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000番、 70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。あの、亡くなったお父さんの相談ってダメですよね。いえ、大丈夫ですよ。ご本人が亡くなられている場合、残されたご遺族の方が給付の対象になり得ます。ザ・ラジオショー3時です。午後3時を回りました。中川家の0時です。末志です。日本放送東島えりです。中川家ザ・ラジオショー、笑いをテーマに東京有楽町日本放送から3時30分までの生放送です。それでは3時の強めろちゃんのお天気です。お願いいたします。はい、あ、
そうですね、あ、日大と変わらずいい天気、はい、風が少し収まりまして、うん、はい、いい天気ですね。いい天気、こんな時には外でお弁当なんか食べるとすごくいいでしょうね、うん、いいでしょうね、はい、いいでしょうね、なんでエコーかかってる気温の方が 20.2 度、湿度が 53.3% です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、外でお弁当とか言いますけど、うん、例えばどこで食べてみたいですか。そこの日比谷公園なんか、例えばどこで食べてみたいですか。そこの日比谷公園なんかいいんじゃないですか。あ、日比谷公園、ね、芝生の上で、芝生、あ、芝生入っちゃいけませんって書いてますけど、はい、芝生の上で食べたら美味しいでしょうね。まあね、美味しいんですけどね、まあ、公園によっちゃ入れるとこも ね、 ありますんでね。絹田公園とかどうですか。広い、大きいですよね。あんまり興味なかったですよ。この方はまたメール来ております。横浜市のりょうさん、今月から営業職をやってるんですが、営業で大切なことを教えてください。営業職、営業職です。営業職、営業です。あ、業、はい、職というのは営業職、営業の仕事ですね。営業マンというんです。あ、営業マンをやってらっしゃる、はい、外回り行ってるのかな、はい、じゃあもう報告連絡相談、これが基本ですよね。はい、まあそうですけどね、何かあったら報告します。 あそこか。高い声でも僕あの紐屋店の、あの高い声でも僕あの紐屋店の、あのよく食、うん、あの、うん、食事するとこ行ってました。あ、そうですか。レストラン街、レストラン街、ひもやね。幼少期の80年代頃は近所に住んでいたので、うん、週末に家族で近場にお出かけと言ったらひもやの大英でした、うん、上のフロアをなんとなくうろうろして、うんうん、フードコートで食事をして、あ、そう、フードコートや。帰りに1階2階の食品売り場で買い物をするだけでしたが、うん、当時は大型スーパーが珍しかったので幼心にワクワクしていたのを思い出します。あ、うん、場所柄芸能人に会えるスーパーとしても知られていました。多いですもんね、うん、この辺り多いんですよ。多いですよ、もう誰とは言えませんけど、うん、もう知ってる人 2,3 人も。あ、そうですか。この辺りは多いです、本当に。あ、そうか、その辺りか、うん、そうなんです。さんも思い出の場所、はい、思い出の場所。そして港区のカズピーさん、はい、学芸大学といえば駅からすぐの洋菓子店、うん、マッターホーンさんのダミエをおすすめします、うん、ダミエ、はい、市松模様になった白と黒のスポンジ生地をバタークリームとチョコレートでデコレーションした懐かしい味の洋菓子です、うん、香り高いコーヒーと一緒にぜひお召し上がりください、うん、という、はい、あ、チョコレートケーキのお写真でございます。いや、いいですね、これ。外のパリパリチョコが美味しそうです ね、 コーティングのいいですね。濃いコーヒーがいいですか、アメリカンがいいですか。濃いコーヒーです。あ、そうなんや。エスプレッソ。うわ、濃いな、エスプレッソ。はい、ガツンと。僕ももうアメリカンですね。アメリカン、アメリカン、薄いコーヒーと濃いの。なるほどね、美味しそうですね。うわ、またええ感じの喫茶店ですね。ね、ああ、従業員さんもちゃんと制服があるような、ね、うん、ケーキ屋さんですか。あ、そうですね、喫茶店。あ、ケーキも食べれる、いい、ね、イートインもできますよみたいな。そうですね、そうですよね、うん、そういう感じの。いいですね、パリパリ。床が学校の教室みたいな。いいですね。そうですね。椅子を引くと、あ、音がね。ね、この間の土佐兄弟じゃないですか。そうですね、やってましたね。やってました。はあ、美味しそう。いいですね。うん、そして佐藤淳さんという柏市の方ですね。はい、学芸大学駅そばに渚健一さんのお店があります。楽楽というもんじゃ焼き屋さんです。はあ、渚さんの息子さんが店長ですが、うん、たまに渚さんご本人もお店に来て焼いてくれます。これがまたうまいんですよ。焼いてくれる。はい。もんじゃ焼き屋さんですが、店内のお写真ありますよ。あ、今お好み焼きもあるという。はい。これは。あ、お好み焼きね。美味しそう。あ、ええ感じの店。ね。うん。いいですね、長居したくなるような、ね、お好み焼きもいい、ね、しばらく食べてないね。食べてないですね。だって大阪で食われへんかったんやから、行列でお好み焼きが、ね、ああね、あんな悔しいことないですよ。福太郎です、あの、うん、コテよ、こう2つあっそんな福太郎の格好さ、分かれへん、分かれへんから説明せんならんやん。
千七地の大阪の人間の今喋り方ですね。すごいネイティブですからね、お二人ね。美味しそう。千七すいません。そしてこの方、世田谷区のいつかのいずかさん、はい、学芸大学へ決まってました、うん、中川家さんがきっと苦手であろうおしゃれ居酒屋が増えている街です。学芸大学駅でおすすめなのは塩菜です、うん、はい、お魚がとにかく美味しいです、うん、一人でも行きやすいお店で、うん、寿司職人さんが目の前で握ってくれる寿司をつまみながら飲めます、うん、そんなとこが行ってみてくださいもう笑ってどうした、あの寿司といえばいつもなんか言うわへん、うん、目の前で握ってくれるとそんな当たり前のこと確かに枕言葉のようにまあ回転寿司も増えてきてるから、うん、目の前でね、目の前でやっていただける、そうなんです、それが基本だ、それが基本だ、あげる、そうなんです、それが基本だ、それが基本だ、目は分かってますよ、皆まで言わんでさ、お写真もございます、うわ、ちょっと苦手かな、そうですか、どうですか、なんかこうあえて建物古い感じで見せてるんですかね、厳しい、あれでしょ、古い建物を、うん、の感じで DIY して、うん、リノベーションしてカフェ DIY でこういう古い感じにしてるのかな、でも寿司はいいですね、やっぱさすが江戸前寿司ですね、これは東京ね、うん、美味しいでしょうね、あ、マグロもええ感じの、これ、誰がこの写真撮ったん、ええ撮り方してる、これ中トロかな、尖ってるよね、中トロが、この写真では、ねえ、美味しそうやな、いいですね、あらあらいい、あらさいおしゃおさい、おしゃおさい、おしゃおさい、あおこさん紫よ、お茶ね、いいですね、赤米でごまかしてないとこが最高やと思う、ピンで、あ、ピンで、はい、はい、ピン、はい、おたりさん、おたりさんよ、あ、ビールで、はい、ビールお母さん奥から出ますかね、ビールは、チャームシー、はい、チャームシーよ、お母さんこれね、だいたい同期ぐらいのやつが2人でカウンターの中入ってる、ちょっと気使いますけどね、客としてはね、なんかそうですね、うわ、美味しそう、いいですね、ただ店構えが僕らおっさんにはちょっと入るときに緊張するかなっていう感じですか ね、まあでも出してるものは間違いないんじゃないですか、美味しいんですよね、美味しそうやな、手前がちょっと立ち飲みっぽい雰囲気の写真ですけど、奥にしっかりお、うん、座れるお席が、なるほど、こういうお店多いんですよね、さっきのオープニングで喋った話じゃないけど、その裏ナンバーでもね、外をね、外でね、ほんまにこの昼の12時から夕方6時までずっと飲んでるおばちゃんいてましたねああ、よう座ってられるよな、高い椅子にね、そうやね、思いますはい、いいお店、お店だと思います、よかったです、はい、エビで、エビよエビ、こっちはガスエビの方ありますけど、あの湯がいた方で、湯がいた方で、はい、太るね、はい、珍しいエビは今は食べたくない、今じゃないっていう、ね、はい、さあ、では、レイジさんから見た学芸大学、どんな街でしょうか、はい、はい、学芸大学は千歳烏山と一緒で、駅前に入るともう二度と抜けれない街商店街が多くて、で一方通行だらけなんで、もう駅の中にぐーっと入るのはご注意ください、知ってる人ならいいんですけど、知らない人が一回入ってもらうとハザードつけて友達に電話する羽目になります、慣れが必要ですね、慣れが必要ですね、はい、そういうのがありますから、はいはい、では次回の中川不動産で紹介する駅、はい、いかがでしょうか、僕見てないんですよ、お見てくださいはい、ドン、はい、あらー、あら、これは僕が発表しますわ、はい、じゃあ次週ですね、来週は、あ、次は秋葉原、秋葉原です、おおすごい、秋葉原新北菜館ありますね、新北菜館あります、確かにラーメンがね、ラーメンもそうそう、意外に食べ物屋さんもねいっぱいありますから、いろいろディープなところありそうですよね、秋葉原か、はい、うん、秋葉原駅の情報をメールに書いて ngk@1242.com までお送りください、はい、締め切りは来週金曜日の午前10時まで、懸命に不動産と入力してお送りください、はい、以上中川不動産でした。ビッグカメラ節電節水全力応援、節電なら省エネエアコン、対象エアコンへの買い替えで最大3万円引き、節水ならドラム式洗濯機、買い替えで最大ならドラム式洗濯機、買い替えで最大1万円引き、さらにポイントサービス、
節電節水家電がお得。詳しくは店頭ホームページで。上柳正彦です。突然ですが、愛車を高く売りたいならガリバーにお任せ。ガリバーはいいとこ探しのプラス査定で高い買取に挑戦します。まずはお電話ください。0120-66-4747 66-4747。ガリバーです。ここで中央事務所よりクレジットカードの利用経験者に現金が戻るかもしれないお知らせです。現金が戻ってくる？どんなお知らせですか？はい、あなたは過払い金をもう受け取りましたか？実は勘違いから多くの方々が未だに過払い金を受け取っていないようなんです。今日はその勘違いについてお伝えします。どんな勘違いがあるんですか？まずは過払い金の対象となるカード会社の範囲です。消費者金融はもちろんですが、実はデパート、スーパー、銀行系列のカードロ対象です。また現在返済中の方も対象ですよ。その他は？利用金額が少なかったり利用期間が短いために自分には過払い金がないと思い込んでいる方が多いみたいです。あとは手続きをすると信用情報に影響が出てしまうとかですね。手続きしても影響はないんですか？はい、関西語なら信用情報に影響はありません。また利用時のカードや書類も必要ありませんし、記憶が曖昧でも大丈夫です。それは助かりますね。このように勘違いから過払い金を受け取っていない方が多いようです。クレジットカードを利用した経験のある方は間違っていても構いません。あなたが対象か無料でご確認を。お電話は 0120-10-10-10-10-10。 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。日本放送強しエブリジー from 中川。さあ、それではテーマメール紹介したいと思います。テーマ楽しかったけどでございます。この方、横浜市のキリンキリンさん。友達3人と沖縄旅行に行った時のことです。プランを選ぶ時に夜は外に食べに行けばいいかと思い、朝ごはんだけがセットのホテルのプランを選びました。しかし3泊4日の旅行中、初めの頃はアグー豚のしゃぶしゃぶなど沖縄料理を堪能できて楽しかったんですが、後半は何を食べるか、お店はどこにするかなど決めることが多すぎて苦痛になってしまいました。次旅行に行くときは絶対に朝と夜がついているプランを予約しようと思います。わかりますね。ね、3泊4日ってやっぱり長いんやね。長いよね。2泊がちょうどいい感じですね。ええか。沖縄特に独特なんでね、食べ物。まあまあ確かにね。ね、3日連続沖縄料理はね。ああ、そうか、ちょっと苦しかったの覚えてます。やっぱさすがにちょっと違うもんも。あとよっぽどね、海行くんやったらよっぽどサーフィンするとか。何かがね。ダイビングを思いっきりやりたいっていう人はいいと思いますけど。それ以外はね、結構海ももういいかなって。海も、ええ、海もか。もういいかなっていう。確かにね。食べ物はその、アグー豚食べれるとか他にもありますからね、そのメニューで沖縄料理は。うん、海豚。島らっきょう。島らっきょうです。でもね。チャンプルね、炒め物とか。カレーのとこそれはね、なかなかのもんです。お昼もソーキそばでもええか、みたいな感じなんじゃないですか、沖縄やったら。普通の、うん、普通の江戸前そばが食いたくなるね。二日目の終わりぐらいに。まあまあ確かにね、それは言えるね、それは、ね。そうなんですよ。だからよっぽど何かこう、うん、マリンスポーツを思う人はいいと思いますけどね。うん、そうね、もう一日中、もうそこでやるみたいなやったらもう何でも、ゴルフ、例えば。ゴルフとか。うん、うん。そうなんですよね。と思いますよ。どうですか、友達同士で、吉島さん、旅行に行ったら。そうですね、うん、私あまり当てにされてないので、うん、しっかりプランを作ってくれる友達が多いので、行ってるんですね、助かるんですよね。でも一人で行ってませんでした？一人でも行けます。はい、フィンランドでしたけど。そう、大変なことが起きちゃうんですよね。なんか仕事で韓国も一人で。あ、そうです、そうです。意外とね、プランって言っちゃうんですけどね。大丈夫。はい、メッセージありがとうございました。ありがとうございました。この後は、日本チャレンジドアスリートをお送りします。日本チャレンジドアスリート。この時間はアース製薬がお送りします。デ
元気が来る小沢智美選手と2019年の世界選手権で優勝した中西麻耶選手が共に好成績を上げ代表に内定しました。代表選手たちの世界での活躍にも注目です。日本チャレンジドアスリートでした。消滅という言葉がある。消えて滅びると書いて消滅。当選の可能性が消滅といえば、当選の可能性が一かけらもなく消えてなくなること。惑星が消滅といえば、何らかの理由で惑星が木っ端みじんになり跡形もなく消えてなくなること。消滅、恐ろしい言葉だ。その除草剤の名は草消滅。消滅というからには、本当に草は消滅するのか。アース構いらず、草消滅、実際に使って確かめてください。あ、財布にお金がない。という状況で真っ先に思い浮かべるべき場所は、ん、ローソン。その通り。ローソン銀行の ATM ならほぼ全てのカードが使えます。真っ先にローソンだ。さあ、ATM ならローソンへ。日本チャレンジドアスリート。この時間はトヨタがお送りしました。中川健太ラジオショー、お別れのお時間でございます。なんだ、ね、終わりなんだ。何や、終わりじゃないと思ってたよ。何やその感想。ゲストババゾノさんでしたけども、この方大田区の水色タイガー。ババゾノさんのツルツルお肌の秘訣は唐揚げということで、私も、今月120個目標に頑張って食べてみようと思います。しかし今は何を聞いてもコンプライアンスに引っかかってしまうのですね。そうですね。はい、この方島根子聖華さん、ババゾノさんのトーク面白かった。おかんの服を着て投稿した頃の小学生のババゾノさんの写真は残ってないんでしょうか。残っていたら柴田理恵さんやハリセンボン春菜さんの成人式の写真に並ぶ偉大な名作になっていたと思います。確かに ね、写真ちょっとね気になりますけどね。そしてこの方、ゴールデンウィークの話ですね。柏のひろし、ゴールデンウィークはどこにも行ってません。行ったのは近所のスーパーのみ。発した言葉もペイペイでお願いします。袋はいりませんだけでした。あ、ええやん。楽しいゴールデンウィークでした。私はあなた派ですよ。あ、この人ね、柏のひろしさん、うん、ね。綾瀬里奈さん、福井県。つよさん、大阪まだましですよ。私はラジオショーが休みだった5月5日に江ノ島へ観光に行ったんですが、うん、江ノ島内は人が押し寄せすぎて食べ歩きや写真撮影もままならないほどのライブハウス状態でした。もう私ね、目動きが取れない江ノ島はペンギンの島みたいでした。江ノ島沈んだんだろ、人多すぎて。沈むわけないがな。パッパッ、いや、パッパじゃない、パッパじゃないな。さあ、来週の中川家ザラジオショー、ゲストはお笑いコンビニッチェのお二人です。そして明日はサンドイッチマンザラジオショー、ゲストはお笑い芸人友近です。はい、そして来週のナイツザラジオショー、月曜日のゲストはお笑いコンビマシンガンズでございます。さあ、そしてお聞きの日本放送、この後は宇藤由美子さんのうどらじでお楽しみください。はい、ここまでお届けしたのは中川家のレイジと剛と東島恵理でした。我々とはまた来週の金曜日お会いしましょう。さよなら。さよなら。Thank you.
cả mọi người đã trở lại với kênh của Bích Diễm. Thì hôm nay nhân dịp chủ nhật thì cháu nó rảnh rỗi thì nó chở Diễm vào thăm một cái di tích lịch sử, một cái địa điểm tham quan nổi tiếng của tỉnh Quảng Nam, đó là quần thể tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Thì nhân cái dịp này thì Diễm cũng xin mời tất cả mọi người cùng đón nghe và xem cái phong cảnh. Và Diễm xin gửi đến tất cả mọi người một cái bài hát về cái chủ đề quê hương của mình. Đó là một sáng tác nhạc của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch, thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân, được mang tên Quê Hương. Chung khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày, quê hương là đường đi học con về dập bướm vàng bay, quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng, quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông, quê hương là câu tre nhỏ mẹ về non lá nghiêng tre, quê hương là đêm trăng tỏ hoa câu rụng trắng ngoài thềm, quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi, quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nói thành cho con trèo hái mỗi ngày, quê hương là đường đi học con về dập bướm vàng bay, quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng, quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông, trẻ nhỏ mẹ về non lá nghiêng tre, quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài thềm, quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi, quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn